皆さんこんばんは。2017年、10月の26日夜中の0時39分です。よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。ルシさん、いつもありがとう。いらっしゃい。どうですか今日は。風船10個ありがとう。ああ、よく寝ましたよ。やっぱダメだね、徹夜が答える。30過ぎると。徹夜が答えてきついっすね。体力ごっそり持ってかれて、なんか寝たり、もうずっと寝てたわ。とにかく風邪ひいてんのかなと、鼻がむずむずずっとするんだよね。風邪ひいたかもしんないっすね。池袋で寿司食ってたの。いいな。寿司うまいっすよね。はい、ワドツアーや、いらっしゃい。あ、トムソーヤ池上に会ってきたんだ。へえ。あ、トムソーヤさんも見るんだ、ルシさんは。こんばんは、ミルクさん。あやも最近ね、来れなかったね。ちょくちょく来てくれるけど、忙しかったのかな。来てくれて嬉しい、ありがとう。いらっしゃい。はい、みんなワドツー、こんばんは。はい、開放こんばんは。お疲れっす。タマは見つかる。なんか荒野のところに連絡があったとかどうとか言ってたけど、本当なのかね。なんか荒野がタマをかくまってくれて連絡が来たって言ってたけど。YouTube は常にチェック。ああ、ありがとう。YouTube にね、金映えさんのこの前の動画アップしたんで。皆さんぜひ、動画のチャンネル登録よろしくお願いします。荒野が動画流してたの批判してた。荒野が動画流してたの批判してた。誰を批判してたの？誰を批判してたの？
もしもし。お疲れ、この前ありがとね。いえ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 。なんか、コラボしたじはい。ゃん、この前の放送で。この前の放送で。あ、はい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 。アキラッパが俺の家に来た日。はい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 。で、そっからなんか、リスナーが、なんか、お前のせいだ、お前のせいだってめちゃめちゃ めちゃめちゃ言われて、で、アキラッパの放送、ミュウツーの放送見てないから、俺。はい。そう。で、どうしたのかなと思って。大丈夫なの？なんかみんな言ってたよ。なんかアキラッパが大変なことになってるっつって。大丈夫なの？いや、大丈夫か大丈夫じゃないかで言ったら、まあ、とりあえずなんか住所特定されたりとか、なんかすごく炎上はしてます。何？リスナーさんにスネークされたってこと？追跡されてバレたってこと？いや、よくわかんないですね。なんかタヌキ移民にやられて。タヌキ民って言うけどさ、俺、これ勝手な憶測だよ、これ、俺の。は個人情報をさ、喋ってい。る生主にやられたんじゃないの？俺、ミュウツーが自演してると思ったんだけど、違うの？ミュウツーが。だから、ミュウツーが、なんか、アキラッパのこと潰すって言って、なんつうの？ミュウツーが広めたわけじゃん、そのタヌキに書いてある情報を。だから、あいつが自演でタヌキに書き込んで、で、自演して誰かが書いてるよ、つって広めたんじゃないの？っていうこと。いや、さすがにそれはないと思うんすね。あ、そう。はい。大丈夫なの？ミュウツーだって僕の住所絶対知らないですあ、し。そっかそっか。はそっかそっか。ね、仲直りしたの？結局。い。まあ一応は、あ、そうはなんだ。よかったじゃん。い。はい。まあ僕ちょっと揉め事はちょっとあんまり好きじゃないんで。はそっかそっか。いや、心配だったからさ、配信回ってるタイミングで電い。ああ。話しようとは思ってたんだけど、かぶんなかったから。はい。ああ、はいはいはい。メンタルやられてない？大丈夫？まあ、正直、まあ、やられないはずはないですね。あ、やられたんだ。え、どう？まあ、それなりに、パソはい。コンはどう？うまくいった？ OBS は。OBS はまだ勉強中ですね。あ、本当に？またはい。わかんないことあったら、教えるから。いつでも。ああ、はい、わかり配ま信し外た。でも、全然。はい、了解です。OK。まあ、とりあえず、声聞けて安心しました。はい、すみません、申し訳ないです。はいいよ。じゃ、放送中ごめんい。ね。お疲れ。ああ、大丈夫です、大丈夫です。ありがはとう。い、失礼します。失礼します。メンタルやられたらしいな。金杯さんの騒動の配信見たけど、やっぱ金杯さんは悪くないと思う。なんで笑ってんの？え？のんちゃんどうしたの？もしもし。え？金杯さんが悪いか悪くないかを決めるのは解放ではなくて、いや別にいいんだよ。みんなも、思うところあると思うの。誰が悪い、どっちが悪いとか。でも、大人としての一意見を言うとするなら、逮捕されてるのは事実なんだよ。でね、解放が裁くわけではないから、裁判所か警察かが言うべきだと思うよ、それは。荒野が動画流してな、何？動画って何の動画？天勝さん。ごめんね。電話しちゃったから話が途中になったけど。荒野が俺の動画って何のことを言ってんの？批判って。全然意味わかんないんだけど。俺が自分の枠で何をしようが俺の勝手だと思うんだけど。なんか配信者が配信者に口を出す、配信に口を出すっていうのが俺はよくわかんねえわ。何が不満なのか教えてほしいね、荒野に。何を言ってんの、あいつは。出しゃばるっつうかね、どっちが悪いかをここで話しても、金梅さんの現状は変わらないっていうのが俺の考え方。だって、ほら、事実、俺ら配信者じゃん。で、事実と違うことを広めちゃうんだよ、解放も俺も。少なくともリスナーさんはいるから。で、誤解を与えるでしょ。誤解を与えるような広め方っていうのは俺は良くないと思うよ。事実、金梅さんが殴ってたらどうすんの？だからこの前の板ババアの事件もそうだけど、みんな勝手な解釈で広めすぎなんだよ。
それがさ、誹謗中傷につながるんだよ。事実とは違うことを広めたら、自分が訴えられるんだよ。配信者はね、そこ自覚なさすぎ。自分の発言にはやっぱ責任持たないさ。俺はそう考えるよ。自分の発言で誰かが傷ついちゃうことってあるんだよ。だから配信者はある程度力ついてくると武器になるから、言葉が。そう、二人にしかわかんないこともあるだろうし、そう、勝手な憶測で話すのはダメよ。力がついたら、その力の使い方はね、考えないだろう。それが責任ってやつね。自由には責任が伴う。何言っても自由だけど、金梅さんが悪くない。じゃあ海保電話かけてこいよ。なんかこの前相談があるとか言ってなかった？なんか。いや、かけてもいいよ。激痩せしたんだけど。激痩せ。びっくりするよ。俺今日朝起きてびっくりした。のんちゃんも認めたもん。あ、痩せたわって。すごいよ、ダイエット効果。みんなびっくりするよ。ちょうど今10日目ぐらい、ダイエット始めたから。ご飯全然食べてるのにめちゃくちゃ痩せた。女の人ダイエット配信興味ある人見る？すごいよ。本当に。ネタとかじゃなくてすごいよ。行くよ、見ててよ、お腹。ほら。すごくない？ 10 日間でここまで痩せたよ。すごくない？完全に乗っかってたじゃん。完全に乗っかってたのなくなったでしょ。これ引っ込めてないんだよ。これ引っ込めてないの。ほら。引っ込めたらこうなるじゃん。まだ乗っかってるけど、肉が。肉と伸びた皮が乗っかってるけど、これはすごいでしょ。多分ね、3キロぐらい落ちてるよ。すごくない？ほら。10日。ね、言ったでしょ？みんな痩せるって。痩せんの得意だって。完全に腹へっこんだ。これね、多分ね、年末までにいけるぜ。おー、リカちゃんいらっしゃい。年末までに、目標体重いきそう、今のところ。ただね、止まるんだけどね、ある程度まで痩せると。落ちづらい体重になってくるから、だんだん。今日はだぜ。なかなかすごいですよ。ほんま、すごいでしょ？もしもし？あ、もしもし。久しぶり、お疲れ。あ、ワドさん、こんばんは。お疲れ様おで疲れ。何、最近悩んでんの？す。悩んでるっていうかね、そうね、配信が、まあ、あんまり、人数が、まあ、10名ぐらいかな。まあ10人いるんだったらいいんじゃないの、駆け出しで。ダメなの？5名から10名ぐらいのアクティブ。アクティブ5から10そんぐならい。感じで。何、解放はどう？で、毎晩、話聞かねえな、お前が相変わらず。
ごめんなさい。何、どうなりたいの、解放は。やっぱりもう少し閲覧欲しいかなっていうのと、なんで閲あ覧とが欲ね、しいの？なんで閲覧が欲しいの？もっと見てくれる人がいっぱいいたらいいなと思って。違あとう違う、ね、だおから、掃除。話聞かねえな。何？どうぞ。ごめん。会話は話を聞けよ。わかった。で、聞きま何？す。掃除が何？掃除ね、また無料で始めたから、また、なんか結構缶とか溜まってるでしょ、床に。俺は溜まってるけど、いや、俺は大丈夫だよ。違うんだ本当よ。に？解放は、まず、いろんな人にコラボして知ってもらわないといけないのよ。まず。とにかくコラボの予定埋めていきな。今度ね、来月の初めに、芸人のとん平さんって人の家に、なんか料理を作ってもらう配信をする。作ってもらうの？解放が作るんじゃなくて。そう、なんか、とん平さんが、とん平レストランって言って、家をなんか開放して、なんかその人のリクエストに応える、ビストロスマップ的な、何？それは配信や者つなをの？やってるらしくて。それは配信で、話聞かねえな。じゃあ配信者なの？相手は。どうなりたいの？多くの人に見てもらいたいって。なんで見てもらいたいの？なんでっていうと、まあ、大手になりたいっていうのも少しはあるけど、解放にとってまあ、の大手っまて何だ、なの？まあ、目指して、解放にとっての言う大手っていうのが俺よくわかんないんだけど。そうだね、だから、もう少し、でも10名でもありがたいんだけどね。あのさ、数字とか追いかけても意味ねえぞ。ああ、そっか。そうじゃなくて、解放が、何を表現したいのかが伝わってないんじゃないの？リスナーさんに。ああ、そっかそっか。ただ有今名ね、になり、藤さんも。話を聞けよ、お前もう。話を割るな。会話ができてないから、会話が。大手になりたいとか、有名になりたいなんてやつ5万といるわけじゃん。腐るほどいるわけよ。で、数集める人と数集めない人の違いってさ、なんつうの、目的意識があるかどうかだと思ってんの。目的意識。何のためにやってるとかが伝わってないんじゃないの？ああ、そっか。何のためにやってんの、配信を。いや、私は楽しくみんなで、できればいいなっていうふうに思ってんだけど、そうだね、目的。いや、だって楽しくやるんだったら別に人数必要なくない？ああ、そっうちか。わでやりゃいいんじゃないの？それは。今いるリスナーさんと。じゃあ、あんまり欲張らないで、地道にやっていくのが一番なのかもしれないね。私の配信だと。いや、よくわかんないけど、数増やしたいって言ってるけど、その数ふふ増やして何がしたいのかが見えてこないわけじゃん。ああ、そっか。いや、そっか、じゃなくて、自分で、しかも解放の場合、分かってないじゃん。分かってない。俺は数増やしたいのは明確な理由があるの。だからそこが、俺は数増やさないと自分のやりたいことできないのよ。やりたいことも明確だし。だからそこを落とし込まないといけないんじゃないの？そうだね。できればアイテムとかで生活がもうちょっと助かるようにはなりたいとは思ってる。
1日何時間放送やってんの？30分から1時間ぐらいとか、もうそれを2回ぐらい。じゃあ、2時間とか、1時間とか2時間をやってるってこと？ 1 日。そうそうそう。少なくね？やっぱそうだよね。和蔵さんに比べたら全然少ないよね。なんで少やっないぱの？もっと時間。いや、なんか人数が少ないから、そのくらいで終わらせた方がなんかちょうどいいのかなと思って。だって配信時間をやらないと新しいリスナーさんってゲットできないよ。ああ、そっか。俺今でこそさ、今月6時間とか4時間とか平均5時間ぐらいに抑えてるんだけど、昔12時間ぐらいやってたよ。何時間？12時間1日。 12 時間？だってじゃないと名前 12 が時売れない間。じゃん。ああ、12時間か。わあ、すごい。だって、新しいリスナーさんと出会う機会が増えるわけじゃん。時間が長くなれば。トーク磨くのも大事だけど。じゃあ逆にさ、短い時間やってんなら練習とかしてんの？トークのネタ作りとか。ブッキングとか。ああ、そういうのはしてないかもしれない。だったら変わんネないタよ、現作り状。とか。コラボの企画とかバンバン埋めてかないと。そうね、だからコラボは、そのトンペイさんのやつと、あと、愛子さんがちょっと連絡がまだ取れないかわかんないんだけど、だから週末にメイクに来るっていうほ話がある。そうそうそう。そう、コラボが足りなすぎるんだって、今の解放は。ああ、そっかそう、そっ今、か。コメント見えてる？コメント見えてる？今。今は見れてない？見えてない、じゃあ太郎さんの読むけど、 PC がつけたらあいつがいるっていう状態を作んないダメだよって言ってるよ。だから俺太郎さん正解だと思うよ。いつでもあいつやってるから気に、PC？ ああ、要、PC を使って、つけたら常に。そう、ふわっちログインしたらいつも解放いるなっていう情報を続けないと無理じゃない。そっかそっか。そうか、夜は定番のもう10時半からっていうふうに決めて、それでなんか、あ、ダメダメ顧ダメ客さんっていうか。ダメ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 。10時半はゴールデンタイムで見る人いっぱいあるから。要は解放より優先する放送がいっぱいあるのよ。そんな時間で今勝負できる実力ないでしょ、数増やしたいんなら。そしたら朝とか昼なのかな、やっぱ。でしょ？誰もやってない時間帯で勝負しないと。なんで朝方とかやんないの？見るものないんだからみんな。そっか。だって、金い杯や、さんとかに朝勝てんは、の？いや、見る人いないの、あんまり知らなくてやってなかった。見る人いないの？知らなくてあんまりやってなかった。何？どういうこと？朝。朝？え？ね、何の話してんの？朝の配信者が、少ないから、じゃあその時間にぶつけていくってことか。いや、っていうよりも、金杯さんとか、荒野とか、なんだろう、要は今の時間帯とかゴールデンタイムって言われてんのって、夜の7時半から、夜の8時ぐらいから夜中の2時まではゴールデンタイムって言われてんのね、ネットの。その時間帯で勝負できる閲覧数持ってないじゃん。だからゴールデンタイムぶつけたらかそるよ。そっか。いや、自ら過疎に持ってってるってことか。そうだよ。多分朝方そっとかか。みんな誰もやってない時間帯でやったら、40人とか30人40人行くと思うよ。そこで本当に。アピールしていくのが普通だと思うけど、俺は。そしたら、じゃあ今度、これから朝やってみる。朝やってみるのもいいと思うよ。朝とか、昼間の3時から5時とか。なんならもうずっとつけっぱなしぐらいの方がいいと思うけど、本気で飯食いたいならこの業界で。そうだね。まだ
これの業界で飯食うまで、ちょっと腹はまだくくれてないんだけど、でも朝とか、3時から5時とか、それだったらでき違るう違う違う、から、くくってないっつうかさ、お前さ、だって俺にこの前話した時、最初の頃はさ、これで飯食いたいって言ってたから、何やってんのっていう話だわけであって、別にお小遣い稼ぎたいんだったら適当にやればいいんだよ。だからブレてるんだって、解放が。どうしたいのか。自分で決めてなかったらリスナーさんついてこないよ。そうだね。自分で決めないと、自分の人生は。わかった。ありがとう。アドバイスありがとうございます。どうもありがとうございましコラボた。増やしな。できたら、ワドさんともまたコラボしたいんで、よろしくお願いします。いつも言ってるけど、企画を持ってこいって。企画ね。企企画。画じゃあ考えて、持ってきます。はいよ。はーい、どうもありがとうございはい、ま頑す。張ってねー。はーい、失礼しまーす。ブレてるな。ブレてる。ブレてますね。そんな甘くはないですよ。はい、お疲れ。はい、みんなはどつ。企画とか長年コツコツやってる。そう。固定リスナーさんもそうなんだけど、あとはもう売名させてもらうしか手段はないんだよ。解放とはオフパコしません。ブレッブレだったね。ブレッブレだったね。風船10個ありがとう。あとはまあ、キャラは別に悪くないから、あいつ。キャラを全面的に出さないとダメだよね。なんかよく話するんだけど、結局、リスナーさんが見たいのってなんだかんだ言ってドラマなんだよ。人間模様だったりするのよ。だから、ドラマを起こせない配信者はダメだよね。うまくいく配信者ほどドラマを作ってる感じがする。なんかこう泣いたり笑ったり、人が集まんないから放送しないっていうのは見せるもんがないんだよ。芸人さんで言ったらネタ作ってないで舞台上がってるようなもんなんだから。風船ありがとう。風船ありがとと年末ね、のんちゃんとね、温泉行こうかなと思ってんだよね、俺。ねえ、のんちゃん。そう。ちょっと今年、お疲れ様でした、温泉。で、その時はね、のんちゃんも顔出してくれるらしいから、楽しみにしといて。いいでしょ？文鳥がゲッゲゲッゲ言ってる。クイックイックイック。温泉いいよね。のんちゃんと2人で。ていうか顔も痩せたな。イケメンだな、俺。顔も痩せたよね。ほとばしる。はいはい、解放、風船ありがとう。イケメンだわ。年末特番。年末はだから俺は捨て頃の発表だよね、まず。特番1。捨て頃にワド、選手としてエントリー出れるのか。
捨て頃にね。で、対戦カードはまだ決まらないだろうけど、とりあえずエントリーさえ決まったら、まあまあ、面白い流れになるかなと思ってて。そこだよな、まず。あと、皆さんありがとうございました。この前、無事リスワン取れました。ありがとうございます。最高記録の、何人だったかな？ 1 万5000人ぐらい行ったのかな？ありがとう。数はね、1万4418名。ありがとうございます。でね、今回ね、クッションもらえると思ったらね、先月だけだったらしい。唯一取れなかった先月のリスワンだけクッション配ってたらしい。何なんだよな、本当に。勘弁してくれよ。ありがたく1万円頂戴しました。ありがとうございます。逆にさ、解放さ、俺らってどうやってやってるかっつったら、その今、そのおすすめの人数見て、誰がやってるからやらないとか、この人が残り何分で終わるから今つけとこうとかやってるんだよ。引き継ぎって言うんだけど、要は放送が終わった瞬間リスナーさん散らばるから、他の配信者のところ見に行くから、その30分前から仕掛けようとか、そういう風にやってんだよ。例えば今深夜のトップはドレさんだから、ドレさんが始まる前の時間帯温めとこうとか、そうやってゆっくりゆっくり回していくんだよ。シビアだよ。当たり前だけどシビアだよ。だからね、お小遣い欲しいとかね、半端な気持ちでやってるとやっぱダメなんだよ。どんな世界でもそうだけど、バイトだろうが、なんだろうが、どの世界でもそうなんだけど、半端にやってるやつは半端な結果しか得られない。本気でやってるやつは本気の結果が得られる。俺はそういうもんだと思うよ。めちゃめちゃシビアだよ、この世界。だ、いまだにネタのことしか考えてないからね。計算当たり前だよ。だって今日だって、ああ、どうしようかなとか、何やろうかなから一日が始まるんだもん。おー、クリエイターズプログラム、結果出てきたな。これ、ニコ生でも稼げるんじゃないのかな。悪くなくない？この前のニコ生の放送が、1000円から2000円もらえますって書いてあるね。4枠やって、4枠で5000円から1万円もらえるって書いてあるの。これ本当にもらえんのかな？どう思う？これ本当にもらえんのかな？4枠で、あれだよ、投げ銭じゃないよ、これ。コメントと閲覧だけでもらえるんだけど。まあ、これ本当にもらえるんだったらでかいよな。副収入になるよね、副収入に。5200円ぐらいか。なんでこんな倍の開きがあんのかよくわかんないんだけど。ざっくりすぎるだろう、これ。どう思う？なんでこんな倍の開きがあんの？よくわかんねえよな。約倍計算なんだよね。で、予想スコアでしょ？これ確定じゃないでしょ？閲覧は多い。たまにやってるね、最近。1.1円だって書いてあった。
行っていいんですね。割いいっていうか、まあ、おかげさまで閲覧が多いからだろうね。閲覧とコメント数が多いから、多分ね、この3000円の枠7000コメントとか言ったんだよ。閲覧はちょっと覚えてないけど。まあまあね、リスナーさんに負担かからずさ、この額が入ってくんなら。だから多分毎日放送やったら、結構なお金になるだろうね、これは。まあ、最後までね、お金が入ってくるまで信用できないけどさ。そう。マックスね。5000円から、まあ4回枠やったんだけど、その合計値が、まあ大体5000円から1万円もらえますよって。予想スコアね、あくまで。だからまあ、俺は副収入ぐらいにしか考えてないけど、メインはやっぱりふわっちだから。ああ、ポイント自体がどんどん下がってるんだ。おお。まあ、確定したらまた報告するよ。どれくらい稼げたよって。アンチコメントがお宝になる時代、すごいよね。いや、ニコ生は無理。長時間枠無理。要はね、毎日死ぬ覚悟でやってたよ。本当に。毎日、清水寺の舞台から飛び降りるつもりでやってたね。本当に精神削れるもん、ニコ生は。すっごい疲れる。すごい半端じゃない、消耗が。命を削ってやってたもん。冗談じゃなく。だからみんなニコ生の配信者減らるんだよ。いや、もうめちゃめちゃ削れるよ、精神が。だからね、ふわっちでね、ぬくぬくやってるたりとか、ツイキャスの配信者に対して、俺らは誇りがあるの。お前ら売れたの？っていう。お前らニコ生で結果出したの？っていうのはあるし、多分ね、ツイキャスの配信者もあると思うよ。俺はニコ生で、ニコ生でやってなかったっていうの、絶対あると思う。なんかね、その見えない上下関係みたいなのってあるの。で、なんつうの、自慢するわけじゃないんだけど、和道がそこそこ可愛がってもらえる理由の中に、それ絶対あると思うの。あいつはニコ生で結果出したっていうのが、そう、ツイキャスで全く結果出してないのに、なんで可愛がってもらえるかっていうと、あいつはニコ生でやったからって言って一目置かれる部分があるんだよ。そう。絶対あると思うよ。まあ今ではね、ツイキャスの方がすごくなっちゃったけど。そうそう、一回経験してるかどうかが全然違うんだよ。やっぱ同業からのリスペクトが全然違うの。だからドレさんとかもやっぱあると思うよ。俺はふわっちで売れたけど、そのツイキャス出身とかニコ生出身のやつら、黄金世代のやつらは、そのファンで見てたわけじゃん。だからニコ生で勝負俺はできないっていう、そのコンプレックスみたいなのがあるんだよ。光通信？何の話？ あ、光通信ね。光通信で実績積むとどこでも雇ってくれるってやつね。多分そういう意味だと思うけど、そうそうそう。光通信って誰でも中卒でも取ってくれんの。で、給料40万ぐらいくれるんだけど、もう超ブラックなの。ブラックっていうかもう兵隊みたいな。自衛隊みたいなところで軍隊だって言われてんの。家に帰れなくて有名。ただ、もう3年間勤め上げたらどこでも雇ってくれるっていう。営業めちゃめちゃ強いから。光通信は有名だよね。俺の知り合いも働いて店長やってたよ。でもなんだかんだね、ニコ生で培ってきた部分で食わせてもらってる部分でかいからな。みんなニコ生からでしょ。ふわっちから見始めた人じゃないでしょ、ほとんどが。ニコ生からの人はニコ生って書いて。で、ふわっちから、ツイキャスから、YouTube からの人、それぞれサイト名書いて俺のこと発見した。今100人近くいるわけじゃん。多分ほとんどがニコ生だと思う。まあ YouTube も最近多いかもしれない。リカちゃんニコ生。あとは、俺も生主だったけど大変。あ、ビリーさんも大変だった。まあ、のんちゃんニコ生だよね。ライブ配信ツールは OBS ですね。まあ、あやもニコ生古いよね。あやも子さんだよ。あ、ボロンジェさんもニコ生なんだ。まあまあ、だからニコ生からの恩恵で食わせてもらってんだよ、俺は。
モイストさんもニコ生でしょ。9月から人気出た配信者はドレさんとアイコさん、タマちゃん、コウヤ、池上、この辺でしょ。解放は9月からだね。暗黒生主塾懐かしいね。俺2回出てるんだよ実は。あの1回目は滑ったの。1回目滑ったっていうか、猫かぶっておとなしくしてて、ですげえ怒られたのね。お前やる気あんのかって言われて。で、烏合の衆扱いされたから、いややったらできますよって、沸かせればいいんでしょっつってコンドームマン第2回でぶっこんで、で優勝したんだよ塾生。ギャンさんいらっしゃい、元気だよ。懐かしいよね。キャラはこいつがキャラ勝負だから、あそこはだから配信者はキャラ勝負だっていう答えを出せる場所なんだよ。あのトークスキルなんかいらない、キャラだけの。リスナーが求めてるのはキャラクターだけの。風船ありがとう。アイテムありがとうね。アイテムじゃんじゃんください、お願いします。あっせ頃からなんだ、うん、懐かしいよね。いや今ぬるいよね正直ね。今やりやすい時代だと思うよ。時代がだいぶ変わったから。要はね、ネット特有の文化の人たちじゃなくて、一般人が参入してきてるから、普通のリスナーさん、普通に見たいっていう人が多いから、要はね、過激な炎上とか求められてないから、やりやすいはずなんだよ。トークスキルはね、いらんちゃいらんけど、そう、武器にはなる、確実。おお、ほうき3個ありがとう。ほうきなんてアイテムあんだ。ありがとうね、えのんちゃん。ホーキーありがとう。ハロウィンなんだ。新しいアイテムだ。のんちゃん初アイテムありがとう。初物ゲット。ありがとうね。そう、配信はスタイルじゃん。スタイル全然違うし、キャラなんだよ。ああ、もう子さんなんだ。嬉しいね。子さんの人に評価されるとね。のんちゃんも9年ぐらい見てんじゃない。あ、YouTube で見た。でもね、ニコ生時代の動画そんなに残ってないよ。俺の動画は。俺は動画少ない方だから。職人さんがつかなかったんだよね。のんちゃんに生命保険かけてるっていうのはどこの情報なの？なんでお前が、俺がのんちゃんに生命保険をかけてるかどうか知ってるのか教えて、逆に。まずそこからだよ。また突入しに来る？なに、俺に突入したことあんの？ギャンさん。なんで俺のその超個人的な情報知ってんの？ほうきプレゼントありがとう、オーバーランサー。ありがとう。なんで知ってんの？あるやんけ、忘れたか、 YouTube にも上がっ、嘘、ギャンさん突してたっけ。え、思い出せねえから、何の突か教えて。何気にね、突ね、もう200回超えてるからね、だんだん LINE の突ね、はいはいはい、リア突かと思った。うん、ヨヘイお疲れ。え、ギャンさんと何話したっけ。便所、そうそうそう、要はツイキャスに移動した時に初めて、便所さんが、あ、ワド来たんか、つって。じゃあ、コラボしようって言ってくれて。うん。で、上の花見連れてかれたらいきなりなんか丸坊主にされたんだよ。意味がわかんないよね。全然意味がわかんないよね。おいっす。もしもーし。ギャンです。あ、ギャンさんお疲れ様です。はい。何話しましたっけ、突然。あれやん、覚えてない、フォロー、こんだけフォロワーあんのに、なんでフォロワー、フォローせえへんのっていう。
あ、フォローバックをしないかどうかってこと？それで俺がコメントして、おで、なんかこう。おう。う、言われたから、俺が腹立って、文句あんだったら、凸上がってきたらいいじゃねえかよ、みたいに言われたから、全然覚えてない嘘やん。全然嘘覚えやん。てない。全然覚えてない。その時あれやで、その時、ワードの、リスナーさんが500人ぐらいおって、合計なんじゃなくて、同時やつなんか。500人おる中で、まあ、これ、今、端末1台から画面見れてないけど、リスナー500人の中で、俺、LINE、プロフに LINE 載せてあるから、そっから、上がってこいって言われて、上がったるやんけ、ってバーン上がってやで。で、コメント欄もアンチだらけで、ほんまに、叩いかじれめ、た。叩かれた。俺はあれやで、なんか、ごめん、ほらほらやって。ごめん、覚えてないわ。覚えてない？ 覚えてない。覚えてない？ YouTube には載せてやで。ほんで俺、誰かにこう、鳩飛んできて、ギャンちゃんなんか YouTube に載ってんで、結構、嘘？上げてるでしょ？開けてる開けてる。ほんで、俺、バーってこう、文句言うて、やって、ほんでなんか YouTube で俺の声入ってるのかなと思ったら、俺の声だけ見事にこう、なんか修正してかなんか知らんけど、俺の声一切入ってへん。あ、それは多分ね、あれだよ。俺の機材トラブルで、ギャンさんの声を入れるの忘れてたんだよ、多分。あ、そうなんや。あれ、入れてほしいな、声。あ、今入ってるから大丈夫だよ。みんな聞こえてるから。あ、そうなん。いやいや、YouTube で。そのいや YouTube いや、でだからは。YouTube の時は、録画をしてる時だから、凸が俺が一方的に喋ってるみたいになっちゃってた。ああ、そういうこそう、と機ね。材の設定がミスってた、あの時は。あ、なるほどね。今は乗ってる、今は乗ってる。YouTube でも声乗入っるてるな。ってこと？乗る乗る。大丈夫。まあ、一番、じゃ、いきなり凸上がったけど、大丈夫？これ、ごめんな。いいよ。俺は、家で放送やってる時は、凸受けてるから。誰からの凸も。まあ、結構みでんもなこかんな、けてくいや、あの時はもうあれやで、る。ばあ、いや、もう普通に、もう寝ようかな思って、軽く質問するつもりでな、なんかコメントしたつもりがやで、なんかこう、巻き込まれたなんか、感じだ。俺が思ってることと、こう、違う言葉が返ってきたから、コラボ枠立ち上げろや、言うて、コメントして。やっぱコメントしても、やっぱ配信者って、こう、やっぱりこう、まあ動画にしても、ラジオ配信にしても、まあ強いっていうか、その、バーって言うコメントはどうしてもこう、ポチポチポチしてさ、こう、思ってること、なかなかこう、伝わ時んな間いんだかよかね。る。そう。文字で喋りの人に、そう。だから、いつも言うんだけど、だからもどかしい時あるでしょ？リスナーでコメント打ってる時にさ、なかなか言いたいこと伝わんなくて。ほんで、単純な言葉でも、こういうふうにこう伝えよう思ってんのに、違うこと捉えられたりもするやん、やっぱそう。り。だからさ、ギャンからすると、ギャンさんは喋ってるじゃん。こう、普通にトークしてるんだけど、相手が喋れなくて、なんつうの、筆談っていうの。例えば、文字でやり取りしたらずれるじゃん。どん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 。で、もうそう。配信やったらこう喋って、こう、例えば、たった5分でも喋るだけでも、それを文字にしたら、えらい時間がかかるわけやんか。そういうことやろ？そういうこと、そういうこと。だからね、もう難だかしいんだら、よ。腹立って、やっぱ意見が食い違うのもあるけど、腹立って、もうコラボ枠あげろやっつって、で、コラボ枠あげれへんかったけど、LINE にこう、プロフに LINE 載せてるから、っつって、アドちゃんが言うから、上がったるやんけ、っつって。俺はほんで全上が然ってきた全然。で、ワドちゃんのリクなんかもう500人ぐらいおるからね。ほんでもう、バーって、あれ、ちょうど、もう240分、感想、ギリギリ最だっ終たで、の。いや、感想して、その途中で、かけもてきたんだ。う、途中、何分で入ったか知らんけど、途中でこう、上がって、最終的にこう、240分、感想までいったもんな、覚えてる？いや、覚えてないってだから。予約開けたら、な、和田ちゃんのこうアンチリスナーがもう、100人、約100人ぐらい、80人か90人ぐわ、来て。俺の放送アンチばっかりだもん、もともと。あんちゃんな。いやいや、アンチばっかりっていうか、そっちのリスナーから、俺からしたらこう、ああ、とつまさ、そうや、アンチ食らうやん、そんなもあ。まあ。ん。まあ、面白くなかったら、思い出した。今、母で思い出したわ。ろ？母で思ほんいで、出した。このギャンって、この配信者、なんかトーク力あるんだね。みんな、みんなちょっと俺、休憩、
黙っとくからさ、ちょっと、あ、思い出した、思い出した。はいはいはい。ちょっとこの、コメントちょっとさばいてよ、みたいな言われて。その笑マいジ方とトーク内容は思い出したわ。で。でやろ？もうこんなんちゃうかと思った。やかましいんだ、これ、ラッパーオーケーとか言って。そう、やかってたわ。でやろ？ほんで、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと今からアイテム、ちょっと投げてもらう時間やから、ちょっといいかなとか言って、ミュートに、えらいやられた、もうそっちも機材持っとるからやで、あ、みんこっなち思ない出した思い出したって言ってるわ。よく喋る関西人の人だっつって。ほんま？今枠見れてないねんな。いや、みん思いな出思しい出したっつってるわ。あいつた。かほんみま？たいな。あいつか？あいつか。お前がギャンかみたいになってるわ。ほんで、その後、数日後かな。で、コメントに行って、バーってやって、ほんな無言、ブロックするとき、白子いな、もう、黙ってブロックするな、窓って。俺は黙ってブロックするよ。だってもうめんどくさいやつばっかりなんだから。ほんで、ブロックするときも、何？なんかもう、今来たやつブロックしたよとかも言えへんな、リス言わナーない、言の。わない。もうさらっとブロック、俺は。サイレントブロックだから。ほんで、しばらく、あいつブロックしよった、あいつ、ほんま、愚痴こぼしだよね。シャーン、窓にブロックされたって、何？愚痴ってたの、字幕で。あいつ、もう負け認めたら、ギャンさん、みたいな。散々こう言われたくせにやで、俺がこう言ったら、うっとこうブロックするって今言ってるやんか。いや、結局、放送、今見れてる。回ってる、声が。声は切って。結局ブロックしてんねや、みたいな。じゃあ、俺は覚えてないのよ。要はギャンのことを。俺は覚えてないの。だから、一リスナーとしてうざっつってブロックしただけ。そういうことそね。う、そ覚えてないけど、今、喋ったら思い出したろ？う。今思い出したよ。ああ、いつかって。わどギャンはつまらんぞって。つまらんかったもいいやん、別に。別に、そういうの求めてないから。い久や、しもぶりやなって感じで、こう、突してたから。う。うん。何？今、仕事中なの？車の中なの？いや、あ、ちょっ家と出て、そう、帰ってきて、の？ちょっと枠もあって、ブロック外れたと思って、えらい、ブロックしたくせに解除してもてるや、みたいな。いや、俺、1ヶ月に1回外してるから、毎回。うざいやつはこうブロックするけど、こう、そ定期的にこう、してる感じや。う。そう。要は、もう1回チャンス上がる、ブロックの基準も分かんないわけじゃん、リスナーさんは。だから、体で覚えてっていうことよ。こういううざいのはブロック入れられるって分かるじゃん、自分で。ただ、リスナーさんは基本的に大事にしたい。その配信者は人それぞれ違うし、そう、南北をアン、あ、ほんでアンチでもこの、アンチ、あ、その、どういうのアンチなんていう質問する人もおるやん、やっぱリスナーで。いるいる。もうただ単にこう、アホボケとか悪口書くやつもおれば、ディスってくるやつもおれば、別にこのアンチって、その、ほんまの、もうレベル高い、ほんまにもう配信もせんと、もうコメント専門でこう、アンチ専門っていうか、ほんまにしんどい人、レベル高い人っていうの？ほんまにそういう人はレベル高いよね、やっぱり。まあ、まあ、優秀なアンチがついてますなんよ。かな、そのアンチでもその別にブロックじゃしまいっていう話やけど、うわ、こいつ結構なんかこう、ぐさっと食らう、結構しんどいなっていうタイプもおるやろ、たまには。まあ、いるけど、基本的には俺、うざがらみが嫌いなのよ。それはまあ、確かにな。そう。だから普通に話すタイプだから、ちゃちゃ入れてくるのは邪魔だから、弾くの、どんどん。あと、枠嵐やろ。枠嵐、まあ、連投は弾くわな。連投とかやったら他のリスナーも邪魔になるやん、そうはっそうきそり言って。うそう。それどうはし全て部も。弾く。だから、マナー守れる人は弾かないよ、別に。そのセリ、フォロー整理で俺、あれか、ブロック解除されただけや。まあ、そうや、俺みたいなか、もう過去の配信者、もう、今のあいつらもう一人二人でな、気張ってやってるからな、そんな人間が覚えられてるわけがないわな。まあな。覚えてないも覚えてないよ。正直に言うよ。別に俺だけじゃなくて、ようさん、いろんな人間と凸しそてうるそうしね。そう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 そなんか最近、なんかちょこちょこ、なんか、意味にしたり、パッてこう、おすすめ欄に見たりするけど、なんか最近、結構、あれ、ちゃうの？和道ちゃん。え？大丈夫？何？なんかこう、なんか、和道ちゃんがどうたらとか聞くけど、内容全然知らんけど。知らんのかよ。知らない話題振られても俺だってわかんねえよ。あれ、でおも、前があ思れ。ってるより俺有名人なんだよ。みんながみんな毎日毎日和道和道っつってんだから、そんなんいちいち構ってらんねえよ。思ってるって言うけど、そんな有名人分かってるやん、そんなもん。うん。で、あれ、リスマン取ったんちゃうの？リサン取ったよ、この前。
うん、でもあれだよ、俺の力じゃなくて銀杯さんのリスナーさんのおかげだよ、それは。なんか配信のそのループのやつやろ、そうそうそう面会。そうそうそう。要は、本当はリスワン取る気なかったの、本当は。本当のこと言うと。ただ途中から取れるってなったから取ろうと思ったけど、もう本当の目的は、金杯さんのリスナーさんに情報届けたかったからやってたら閲覧増えちゃっただけの、あれは。ほんでその配信中にもこのノリやったらもうリスマイケンあ、ジャそうーそうパーそう。途中で取れると思ったから取ったけど、もともとは取ろうと思ってやってたわけじゃないのよ、あれは。あ、そうなんや。そう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 。だからそんなもんだよ、リスワンとかって。そういうまい。いやいや、そんな軽く言うけどな。俺は有名人だよって言うぐらいがさ、もうこんな、もう、仮想主の配信者からしたら、リスワンなんてそんなこと言ってもな、取ったことないからさ。ああ。なんかそんな軽く言われたら、い腹や、立ってきいたな。やいやいや、5年やってんだぜ、俺。いやいや、あのな、配信はもう5年とか年数関係ない。だって、はっきり言って、その、もう、まあ、年齢関係、まあ、若いやつも、まあ、ちょっと、前の人も、まあ、いろんなもう、年齢層の人が配信してるやんか。やってるよ。でもそんなもう変な話、ヤフーチャットとか、そのないろいろこうニコ生とか昔なからこうそういう配信のそういうあれってあるやんか。あるね。10年20年やってる人でもふわっちでこう閲覧な0とか1とかそんなんまあ、いでるいるいる。もおるし、それはやっぱりこの年数とかそういうのじゃなくて中身やと思うな俺は。まあまあ、そうだな。だってそんなさ、配信してこう1週間でバン上がるやつもおればやで。それはあるででしょ、もやっぱ。まあ本気でやってさ、俺もうだつが上がんねえ時期ニコ生でいっぱい体験してるから、あ、ニコ生ね。そうそうそう、それで今があるわけだから。ニコ生から来たんや。え？ニコ生からこう、こっちに行こう。もともとニコ生でずっとやっとったってそうだ感じよ、や。そうだよ。もともとニコ生でずっとやってたの。ほんならもうそういう、まあ、アンチとかそんなうざかったブロック言うけど、もうそんなもう慣れたもんやね。慣れてるよ。もうそっちの方がえぐいもんな、えぐいなんよ。かバーンってな。もうなんかもう、流れて流れて、もう、なんかそんな一時、もう、どうでもいいって言ったらあれやけど、もう当たり前の状況やもんな、もうニコ生やったら。もう、全部がアンチコメみたいなもんだから。こうなんすって、コメ中すべてセンスです。なんて話が長い。早く切ってくれ、意見として。ほんま？ごめんな、リスナーさん。すいませんな、ちょっと全然コメントとか全然見れてなかったから。すいません、和藤ちゃん。いいまた来よますわ。いいよ。いいよ。じゃあねー。ありがとね。あとず、エスはーい。ス、あお疲れ。また来るぞ。俺、ギャンってコッペパンってやつか。思い出したわ。要はね、俺が認識してるコテハンと違かったの。コッペパンでやってたんだよ、前。そう。ギャンってやつ。まあ、絶望的にトーク面白くねえな。改めてまた2回目話してみたけど、絶望的に面白くないな。やっぱトークスキル大事だわ。苦手っていうよりも、苦手っていうかもう、ざっくり言うと嫌いなタイプだわ。姉ちゃんはどっちだ、お疲れ。苦手っていうよりも、IQ が30ぐらい。あ、本当だ、ララコッペパンって書いてあるわ。おはよう、そうそう、お疲れ。姉ちゃん、そうそう、お疲れ。いやあ、面白くねえなー。関西のノリ苦手だわ。相変わらず関西のノリ苦手だわ。辛かったなー。面白い要素、皆無だったね。テンションで持ってくるじゃん、奴らって。関西人ってテンションがすごいのよ。ひねりがないから、パワー系じゃん。トークは負ける気せん。よく言うわ、本当に。今回短かったから助かったな。俺もちょっと腹くくったよ。おい、なんだろうこれ。おう、コッペパンありがとね。猫ありがとう。黒猫ありがとう。関西人嫌いっていうよりもね、俺はぶっちゃけ嫌いじゃないのよ。ただね、ノリが苦手なの、やっぱり。大阪の人のノリが苦手っちゃ苦手。はいよ。ギャン、お疲れ。苦手なんだよ。噛み合わないの、絶対。その自分のスタイルと。はい、ハニトロさん、お疲れっす。噛み合わねえんだよな。なんだろうね。なんかね、東京のノリとね、関西のノリってやっぱ全然違うんだよね。そう、タイプ的に真逆だから、噛み合わない。
あと大阪の人ってツッコミタイプでしょ。俺もツッコミタイプじゃん。ボケタイプじゃないじゃん。そう。だからね、やっぱね、難しいんだよ。前から関西弁のこと言ってたよね。だからね、大阪出身の、大阪ってほら、強いじゃん。お笑い。だけど、実はね、大阪出身で、こってこての大阪の芸人って少ないんだよね。みんな地方から大阪に集まってきて面白い人がやってるって感じ。収入とかガツガツ効いてくるよね。大阪のノリはわかんねえな。ああ、風船ありがとう。あざーす。松本人志とかもね、大阪じゃないもんね。尼崎だもんね。そうそうそう。あと、うっちゃんなんちゃんとか四国なんだよね。東京の芸人じゃないんだよね。意外とね、その大阪の周りから来てるんだよね。京都とか。だからこってこての大阪芸人って、ちょっと芸風違うもんね、やっぱり。え？千原ジュニアとか大阪だっけ？さんまも奈良か。さんまさん奈良か。俺はね、やっぱ東京の、下町の芸人さんみたいなのが好きだね。いや、ほら、ノリがわかんないんだよ、ノリが。なんやねん、みたいな。わかる？ちょっと苦手なんだよ。いや、大阪を舐めてるわけじゃないよ。トータス松本もね、地元一緒だっていうもんね、松本人志と。まあでもね、俺はね、ダウンタウンが成功したのは、もう最後の切り札なんだよ。シュールに持ってったんだよね。シュールしかなかったんだよ、あの時代。もう先輩たちがやり尽くしてるから。なんか俺、松本人志がもう最後の芸人、松本人志を超える芸人は出てこないと思ってる。芸人の中から。松本人志が終わらせた人なんだよね。芸能の芸っていうもの。で、多分ね、配信者とかから出てくるんだよ。松本を超える人って。新しい時代を作るって。芸人っていうそのジャンルが終わると思ってるね。バカリズムとかね、劇団ひとりとか好きだね。芸風で言ったら。今日公開するよ。YouTube にも多分上がるよ。スタッフの人がやってくれる。匠さんが、マネージャーさんがアップロードしてくれてるから。オチがないっていうかね、抑揚なんだよね。的抑揚なんだよ。よく言うんだけど、その喋り方で面白くなるっていう話をしてて、その完成形が俺、千原ジュニアだと思ってる。千原ジュニアネタもちゃんと作れるんだけど、ネタがない時でも面白くなる。トークスキルがあるんだよね。うなちゃんマンとかがそうなんだけど、的抑揚で持ってくんだよね。おお、姉ちゃんありがとう。何これ、すごいすごいすごい。魔法使いプレゼントありがとう。すごい、ありがとう、姉ちゃん。これ、すごいね。ありがとう、姉ちゃん。あざーす。おお、すげえ。ありがとう、姉ちゃん、いつも。あざーす。儲かったぜ。儲かったぜ。あざーす。関西弁の女の子の喋り方好きだけどね。女の子は方言かわいいよね。なんだろう、方言萌え。まっちゃん頭いいからね。俺ね、でもね、松本人志ってよりも、浜田の功績、松本人志、天才は天才なんだけど、もちろん天才なんだけど、ピンでやるとウケないでしょ。ひとりごっつとかさ、ビジュアルアルバムとか出してるんだけど、俺ね、松本人志のボケってやっぱ極端に分かりづらいと思うよ。俺好きなんだけど、ひとりごっつとかも。やっぱりね、もうずーっと幼なじみで、こういうボケをしてるっていうのを伝えるね、浜ちゃんが切り込んで初めてやっぱダウンタウン成立してるんだよ。だからね、もっとね、浜ちゃんの功績を、なんか浜田がすごいっていうのはね、もっと言われていいんじゃないかなと思ってんだよね。あれね、一人でやるとね、成立しないんだよね。世の中銭っつうか、金もらえたらやっぱり嬉しいよ。だからボケが尖りすぎてんだよね、意外と。松本人志は。
何言ってるか分かんない時とかよくあるよ。いまだ面白いね。そう。要は、こういうボケなんですよっていうのがツッコミの役割じゃん。ツッコミがいないと成立しないんだけど、ボケが強すぎるんだよ。松本人志って。そう、一番笑ってるのハマちゃんだし、ハマちゃんが通訳みたいになってる。あ、いや、俺ね、もともと言ってるんだけど、ダウンタウンの不思議な世界観って、松本の方がツッコミうまいの。で、浜田の方がボケなの、もともと。で、やっぱりね、ダウンタウンの歴史調べると、一番最初は浜田ボケ、松本ツッコミでやってたらしい。で、ダウンタウンのね、不思議な世界観、それを逆にしてるのが俺は成功だと思ってんの。だから、滑らない話とか、怒る話とかあるんだよ。〇〇の話ってシリーズで、怒る話とかやってんだけど、松本ってよくラジオとかで怒ってるじゃん。許せへんわーとか言って。だからね、ツッコミうまいんだよ。まっちゃんって実はツッコミ気質の人なの。だけど、で、ハマちゃんは天然ボケじゃん。そう。それを逆にしたから、あの世界観ができてると思ってる。和道の笑わす鉄板ネタってあんの。俺ね、大阪の人とか素人の振りってそれがダメだと思ってて、面白い話って空気で流れを作んないとダメなの。で、大阪の人って面白い話せえやって言った時点で、これね、実はね、俺ね、漫才師を目指してた友達に相方で誘われたことがあったの。お笑い研究すごくて、そいつめちゃくちゃ面白いのよ、トーク。はっきり言って、配信者じゃないんだけど、地元の友達だから、はっきり言って配信者やったら石川紀之ぐらい喋れるやつなんだよ。で、そいつが、お前とコンビ組みたいって言われて、芸人目指そうって言われたことあったんだけど、そいつが言ってたのが、要は、面白いことしろっていうのって、もう滑る流れなのよ。出川哲朗とか、ダチョウ倶楽部とかはそれをうまくやってるんだけど、面白いことしろっていう振りは、プロの芸人絶対やらないの。実はね、滑らない話って、よく見たらわかるんだけど、滑らせない話なんだよ、あれ。周りの芸人がフォローをめちゃめちゃしてんの。だから話が終わった瞬間、めちゃめちゃ笑うでしょ。お客さんが笑う。意を作って、共同作業なんだよ、笑いって。要はね、そんなんつまんねえわってオチの時に言ったら笑えないの。だから空気作りなんだよ。だからその面白いこと言ってみろは、もう芸人潰しと一緒。あ、わかるよ。関西人全員がっていうわけじゃないのはわかってるよ。滑るのも一つの笑いだけど、俺はその振りは嫌い。面白いこと話せっていうのは、松本人志も言ってるんだけど、笑う気がない、要は楽しむ気がない客は笑えないんだよっていうこと言ってんの。笑いに来てるから笑いを提供できて、その舞台で面白いことができるわけであって、最初から冷やかそうとか潰そうっていうふうに思ってる人の前では面白いことなんかできないよっていう。高須面白いよね、高須さんね。要はやっぱ阿吽の呼吸だよね。テンポ感と呼吸だと思ってる、笑いは。だからね、ある程度信頼関係ないとね、難しいんだよ。放送室面白かったよね。俺も未だに聞いてるよ、放送室。あと、意外なのがまっちゃんって、教養が全くなくて、未だに掛け算できないっていうのが面白いよね。基礎教養が全くないんだよ。勉強ができる人も面白い人も仕事できる人も記憶力があるよね。記憶力か。記憶力全然ないけどな、俺は。阿吽の呼吸大事大事。突っ込んでほしい時に突っ込んでくれないやつとか腹立つもん。だから、ね、石野と俺は噛み合うと思ってて、石野はね、あいつね、俺がボケた時必ず突っ込んでくれるし、石野のボケも絶対拾うもん。絶対拾う。だから、漫才、配信者で漫才コンビ組むんだったら誰って言われた？石野だよね。作家の人が西の笑いはいつも受けるところで滑ってるところを楽しむって言ってた。東だとちょっと違いますね。東と西は笑いの文化が全然違う。東の笑いってね、要はね、悪口なんだよ。要はディス文化なんだよね、基本的には。で、西の笑いと東の笑い、やっぱ根本的に違うよね。石野ツッコミうまいよ。だから、もし石野と漫才組むってなったら、俺はボケの方に行くかな。意外でしょ。石野がボケじゃないんだよ。石野ツッコミうまいよ。
あいつは気質的にツッコミなんだよ。役割的にはボケに回るかもしれない。難しいよね、お笑いは。和道さんのボケも見てみたいな。結構石野と話してる時とかボケるよ。うん、否定されても認め、あ、俺全然認めるよ。ただトンチンカンなのは否定すんのよ。まず根拠がないっていう、うん、俺結構認める方だよ。ただ間違ってることは間違ってるってズバッと言う、うん、配信者なんだから言いたいことを言ってなんぼじゃん、うん、俺らは。コンビ名、コンビ名じゃあ発表して。石野と俺のプライド高くなきゃこんな仕事やってねえよ。石野さんと和道さんが絡んでる時は2人とも楽しそうで、見ててこっちも楽しい。うん、石野は面白いね。やっぱね、発想とかが違うんだよね。その、どういう風に見るかっていう世界を。で、着眼点が石野はすごいいいの。そこが圧倒的に違うんだよね。普通の人の。凡人とは考え方が根本的に違うから。苦しマナーズ。ああ、それは売れねえわ。うん。それは売れねえわ。俺だったらコンビ名おにぎり泥棒にするけどね、うん、絶対おにぎり泥棒でいくけどね。どうもこんにちは、おにぎり泥棒ですって絶対売れるよね、うん、はいどうもこんにちは、おにぎり泥棒です、よろしくお願いします、うん、歪んでるよね、歪んでるよね、歪んでる歪んでる。まっちゃんがおっさん劇場で重要してたのみさんゴールデン街。あ、あの、流民にいる。俺一回放送で言ってる。流民。あの、姉ちゃんゴールデン街でよく飲むんだけど。そう、流民いるよ、つって。うん。うん。やっぱね、その、普通じゃない発想力をしないとボケって生まれないんだよ。ボケってね、その圧倒的な正義感とか圧倒的に偏見だったりするのが面白いんだよね、うん、いや売れるでしょおにぎり泥棒は、うん、でも野見さんは結構新宿では普通に有名人だよ。のみさんのエピソード飲み屋に行ったら絶対聞けるぐらいいっぱいあるよ。でもあのみんな言うのがやっぱりのみさんが有名になるの嫌だっつってたね。要はあの新宿のゴールデン街とか歌舞伎町のらへんで有名人だからみんなが面白い人っていう、本当にそのいっぱいいるんだよ実は。のみさん以外にも例えばその神様っていう人がいたの。もう死んじゃったんだけどホームレスなんだけど、あの本当にその布を羽織っててイエス・キリストみたいな布を羽織ってそれ縛ってでロン毛でヒゲなので、結構そのガリガリでその端正な顔立ちをしてるからみんな神様って呼んでるのよ。そのホームレスのこともう亡くなっちゃったんだけど、でその神様っていうのはずっと徘徊をするの。新宿中をずっと毎日何時間も徘徊するんだけど、あの始まりの時にまずお辞儀をするの。その徘徊が始まるときに深い礼をするの。で、終わったらお辞儀をするの、また。で、何時間も。それで一日を前に過ごすっていう。で、新宿のその飲み屋とかの都市伝説だと、そのお辞儀を見ると幸せになるっていう都市伝説があったの。数年前まで。で、実際それ何人も目撃情報があるんだけど、ある日、そのバーのマスターが気づいて、あの、実はその神様の徘徊ルートっていうのは、お辞儀をするでしょ最初に。でぐーって十何時間徘徊するじゃん。この始まりのお辞儀に向かって最後のお辞儀をしてるから一直線で結ばれるって言ってて、その人が自分に対して礼をして、終わりは始まりの自分に対して礼で、この黄金ラインを結ぶっていう新しい都市伝説があって、それすごくない？神がかってるの。
自分に対して礼をして、自分に対して礼をするって、そういう飲みさんみたいな人いっぱいいるんだよ。まあ浅井さんとかもそういう感じだと思うけど、おっさん劇場大好きだったよ俺。深い話だよね。 そう。あと、その人が、そのバーテンダーすごい好きで、超面白い人なんだけど、そのバーテンダーが、ワド聞いてって。この前ね、すごいものを見てしまった、つって。俺、今、新宿の歌舞伎町でお店やってるバーのね、人なんだけど、砂場に行ったんだと。出勤するときに。そしたら誰もいない公園だと。で、砂場に何て書いてあったかっていうと、すき焼き食べたい。砂にだよ。砂場に、おっきく、すき焼き食べたい。って書いてあったんだって。で、それを見たときに、どんな思いで、誰が書いたんだろうっていう、すごいドラマが想像できない。なんだこれってなって。誰が、男なのか女なのか、誰かわからないけど、砂場に一人ですき焼き食べたいってドラマだよねっていう話で盛り上がった。何があったんだろう。多分、でも、この人は本気ですき焼き食べたいんだろうなっていう。俺らのすき焼き食べたいとはレベルが違うんだよ。何かしら、すき焼きが食べれない状況で 思いっきり書いたんだろうねっていう。もうなんか映画みたいだねって。っていう話をこの前放送でしたら、生主で、ふわっちの生主でクソカスカオスっていう人がいるんだけど、あ、俺も同じ経験があるって。俺は、砂漠、メキシコの砂漠で、サボテンでオナニーしたことあるよ。いや、カオス、それ全然違う話だわ、つって。え？砂場にすき焼き食べたいのと、俺がそのメキシコでサボテンに向かって射精したのは、俺は同じだと思うって言って。全然違うでしょ、つって。お前もお前で大概だな、つって盛り上がったんだけど。なんかそういう、なんか不思議な世界観の話好きなんだよね。砂場に書くっていうのがなんか哀愁がすごいよね。あれは何だったんだろうって。なんかオチがある話じゃないんだけど、なんかすごい世界観だよね。なんかね、やっぱね、新宿のゴールデン街とかそういう話がね、転がってるんだよ。いろいろ転がってる。面白いよ。ただの暴露だ。ただの性癖暴露だ。はい、こんにちは。不思議な話だよな。カオスのネタは濃かったね。ぶっこんできたよね、なかなか。深いよね。なんか変わった人に出会いたいね。浅井さんとか石野浩介とかさ、まあ初期の海宝とかもそういうキャラクターだったけど、今普通のおばさんになっちゃったもんね、海宝もね。なんか尖ってるキャラクターに会いたいよね。まあ、のんちゃんも大概か。うちのママに会いに来る。ああ、例のお母さんか。放送回せるんだったら会いたいけどね。っていうのも、このあもあもちゃんがこの前面白い話をしてくれて、なんだかわからない話を募集したの。リスナーさんから。そしたらあもあもちゃんが一番笑い取ったんだけど、うちのお母さんすごいですよ。ほう。どうすごいの？まあ聞いてくださいと。実家に帰ってお母さんと一緒に料理を作ってたと。そしたら、カセットコンロをつけたら、すっごい火力なんだって。もうぶっ壊れてんだって、コンロが。で、お母さんこれ火事になるよ、大変だよって言ったら、お母さんが言った一言が、意外や意外。バレた。バレたってなんだよ。
バレたかって言ったらしい。なかなか出てこないワードだよね。カセットコンロが壊れて火が強いから火事になるよって言ったらバレたかって。よくわかんないよ。なんかそういう面白いお母さんいいよね。なんだろうね、バレたか。よくわかんねえな。ちょっと放送でネタにしていいんだったら全然会いたいですね。ニコ生にはいないよな。いや、あのね、俺が求めてる人ってニコ、そう、じわじわ来るんだよね。バレたかってなんだよな。もっと他の表現あるだろうっていうね。Qちゃんボクシングはもう 3,4 回会ってるかな。で、対談もしてるよ、Qちゃんとは。なんかすごい考えさせられるよね。何があったんだろうって。お母さんとカセットコンロに一体何があったんだっていうね。なんかあの、でもね、沖縄行った時にね、やっぱりね、おばあと話したかったね。あ、でも沖縄の回もすごかったよな。なんだっけ、にまさんだっけ、なんだっけ、ぎまさんだ。沖縄の回見た、みんな。沖縄に到着した初日、神回が起こったんで、閲覧なかったけど、あれはもう腹抱えて笑ったよね。そう、ぎまさんっていう人に出会って、要は街を徘徊してたの、俺、沖縄でやることなかったから。あの、てるちゃんびんが来る前の日に前乗りしてて、そしたら要は公園で寝ようってなって、朝まで。で、公園にいたらぎまさんっていう人が話しかけてきたんだけど、30分ぐらい喋ってたの。でも、ぎまさんはすごいんだよ。もうふかしまくるの。要はもうどっからどう見てもホームレスなの。でもジュース買いますって言ったら、あージュース飲みてえなーみたいなことぼやくのよ、ぎまさんは。俺もジュース飲みてえな。え、どうしたんですか、お金ないんですかって言ったら、いや、さっきねって、そこに海があるだろうって、目の前海なんだけど、俺ね、ちょっといろいろあってね、携帯電話と現金全部海に投げちゃったんだよねっていうの。あー、ジュース飲みてえなって。いや、いいっすよ、ぎまさんって、せっかくの出会いなんで、なんか欲しいものって言った、本当にみたいな、悪いねみたいな。で、缶コーヒー飲んで30分ぐらいも語り合うんだけど、すごいのよ、ふかしが。なんか、俺は実はあそこにコンビナート見えるだろうって、あそこの船のオーナーなんだよつって、マジっすか、ぎまさんって言ったら、あーっつって、で、実は俺は高校球児の監督をやってると。で、もう名だたるスター選手は全部俺が育てた、マジっすかみたいな。あ、俺も現役だったらすごかったよみたいな。今体もうどっからどう見てもホームレスなんだよ。で、もうぎまさんとのトークがバンバン盛り上がってる時に、突然リスナーさんから、逃げろ、ワド逃げろ、ワド逃げて、逃げて逃げて、ワド今すぐ逃げろってコメント流れて、で、URL が貼られて、なんだなんだってなって、俺はぎまさんと集中してるから、 URL クリックしたら、ぎまなんとか容疑者37歳強盗刃物を持って、なんだっけ、3000円発作に人を殺しかけるっていう。要はね、あの、ぎまさん犯罪者だったんだよね。すげえ面白かったよ、あの時。あれはもう拾ったよね、ぎまさんは。え、見てないの、あや。すごかったんだよ。要は、ぎまさんは、本当に気違いだったの。で、出所したばかりだったの。ぎまさんとの会、再放送残ってんのかな？あれ、やばかったよね。みんなお疲れ、こんばんは。挨拶ごめんね、喋り途中で。そう、リスナーさんが垂れ込んで。ソソとか見てたよね、あの時、リアルタイムで。あれは、普通に神回だったよね。閲覧は少なかったんだけど。和道リスナーはもう、和道ワールド炸裂だわ、つって。そう、ぎまさん。リアルタイムで見たらめちゃめちゃ面白かったよ、あれ。ぎまさんの回残ってんのかな？ハラハラしたよね。そう。ぎまさん面白かったな。もう放送、ジュースあげてなかったらやられてたかもしんない。でもぎまさんいい人だったけどね。そう、いい人なのかどうなのかわかんないけど。見たかった？ぎまさんとの回残ってるかな？ちょ、探してみる？ちょ、再放送する？ぎまさんとの回。ちょ、再放送してみる？残ってたら。ぎまさん残ってるか。ちょっとぎまさんのところだけピンポイントでやってみる？見たい人。ね、リスナーさん、どれだろう。見るか、ぎまさん。初日で。あれはすごかったよね。あ、この辺だ。沖縄国際通り、沖縄ナウ。この辺かな？ちょっと待ってね。
ょっと待って、多分残ってると思うから、じゃあギマさん再放送しようか。多分ねこれがそうなんだけど、ちょっと待ってセッティングします。要はプラ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 してたのもやることがなくて、沖縄行ったけど土地勘もないし、でそしたら出会うんだよね。ギマさん再放送、いやあれはドラマだったよね。和道ワールド炸裂だよ。ちょ待ってね、ツイッターに告知しよう。残ってるかな、見る？沖縄のね、その空なんていうんだろう、町の夜景、お金ギマさん出てくるかな。いっぱい。あ、そのギマさんないか。やばい。あ、違うな、ギマさんじゃないな、もう朝になってるな。どうしようか、助けようかと思って死んでる。違うな、これじゃないな。ちょっと待ってね、ギマさん探すね。え、ギマさん何時頃だったかな。ギマギマギマさん、ちょっと待って、ね、今探すから。ギマさん朝焼け沖縄ナウ那覇国際通り、これかな。違うな、ちょっと待って、ごめんね、ちょっと待ってね。もうだいぶ配信回数が1346だから、探すのが大変なんだよね。多すぎる、配信がたった1年で1300枠やってんだもんな。国際通り沖縄ナウ、な、残ってない、これでしょ、国際通り、こっちかな。何ですよ、ギマさんいた、スポーツセンターあったギマさんお久しぶりです。ギマさんいたわ、ギマさんいたわ。全然逆だよ、あの問題ない、ギマさんいた、どっか公園、ここで今日の宿ここにしよう。この辺からだね、再放送です。要はここでよくない、海沿いの公園に寝るですよ、こっから。今日の宿ここでよくない、 OK、 缶拾ってるわ。でこうやってどこ、暖かいよ、どっかで寝ようって。謎の方がお疲れ、暑いね。アイテムありがとう。あー、芝のいい匂い、でっかい公園なんですよ。あっちここ、ここ今日の宿でいいかな、うん、でも歩き疲れてんな、なんか公園で寝ようっつって。いやー、やっぱ沖縄良かったよ、リゾートだね。若い子がいるな、若い子が飲み会やってるな。ねえ、公園、何公園って言うんだろうこれ、何公園。もうすぐ出てくるよ、船があるよ、フェリーがある、フェリーが。風強かったな。牛は刺されないかな、今んところ何にもない。あ、寝れる場所がないな、寝れる場所が。メガネがまだ丸だね。ちょっと涼しくなってきたかな。でそろそろ出る。空港降りた時は蒸し暑かったけど、これ港だ、フェリー渡嘉敷だって。ここにいるの、ここにいるの、この階段のところにいるの。ここで一泊するか、じゃあどうしようかな。寝れるベンチみたいなのが欲しい。ラブホ街なの、ここ。ラブホっていくらくらいなんだろう、ラブホにと、え、いや、なんか東京から遊びに来たんですよ。あ、こんにちは、ちょっとお話してもいいですか。ギマさん登場。
現地の方ですか、こっちの。え、僕は、はい、現地ですけど、はい、仕事は東京ですよ。あ、東京なんですか。ちょっと待って、もう吹かしてる。もう吹かしてるわ、ギバさん。もう今聞いた？今、僕は現地の人ですけど、仕事は東京です。もう、ファーストコンタクトで吹かしてるからね。新宿から。新宿から？俺は中放置してるんですよ。あ、そうなんですか。沖縄からね、はい、俺たちはほら、なんか嫌だけど。はい。ちょっとほら、野球のプロですよ。野球の。え？何？今日はギターだ。今日はヤクルト試合してるでしょ。何？ヤフー？ヤクルトの試合。ヤクルト、はい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 。やって。これはキンズキンズバッファローズで。ああ、バッファローズ好きなんですか。いや、これがピッチャーなんだよ、投手なんだ。へえ。すげえ。もうすごい、出会って1分で近鉄バッファローズの投手だって言って吹かしてるんだけど。ちょっと待って、2言目には俺は近鉄バッファローズの投手だったって本当なのこれ。絶対嘘でしょ。あ、本当だ、背高い。肩も強そう。でも腰痛めて沖縄帰ってきてるわけ。ああ。東芝宇宙入ってね。すげえな。こちらなんかと一緒で。はいはい。え、野球選手だったの？野球よ。この選手で。うん。それで本当か？中落合に東京で。うんうんうん。隣田淵が住んでたな。ほう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 。歌詞がすごいな。なんかなんだっけ、そこの定食屋さん？ルビー、はい。ルビーが美味しいって聞いて。ルビーあれがデッドの方が美味しいわ。あ、そうなの、レッド。あ、デッドの方はね、うん、あれは東京の人だ。あ、そうなんだ。ウートも東京行ってるんですよ。へぇー。下は、ニッペさんやね。ギマさん、すげえな。ね、公園でね、うん、今、うん、出会った人。女性？あ、違うんですよ。これ、インターネットテレビで今、だから、250人ぐらい見てて、うん、これが仕事なんですよ。すごいよ、これ。なんかこう、旅をしながら、こう、みんな。いつ越しに来られたんです？何時だろう、夜の9時ぐらいですね、今日。今日来たの？今日さっき来ました。じゃあ、わかるわけないわ、あれが、ちょっとずいんだよ。おほら、ビアガーレンね。はい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 。え、人種はね、うなちゃんマンとゆいがさんの完成形みたいな人だったね。これが、あれだよ。はい。国防庁。これね、うなちゃんマンとゆいがさんを足してかける5をした感じ。あ、そこっすか、自衛隊。これが軽石までだ。ああ、これがキャラバコールね。はいはい。これ国際通りどっちの方なんですか。それ降りたら反対側、この裏やね。この裏。あ、じゃあこっち側なんですね。これが58号線で、これが、はい、あれ国道やな。はい。昔は1号線、今は58号線。これずっと続いてるわ。ああ、え、向こう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 、6マイルで、そこが高いぜ。駅跡から生き残ってね。うちもそこで魚橋が売るとこ。いや、気持ちいいわ。だからみんなあっち行くんだ、渡航式に。ほら、クジラがおるじゃん。クジラっすか。クジラ。クジラが見れるんですか。そう、クジラ。だからこの辺に買ってんじゃん、クジラねえか。あ、本当だ。え、ホエール船？要はクジラを見れるの？この船。クジラが来て、はい、クジラが跳ねて踊ってるわ。へえ、すごい。なんだ、もっと奥側。琉球オヤジさんいらっしゃい。沖縄の人かな、見てる人。いや、なんかこう沖縄の人も見てて、携帯電話とかでこの放送。あ、で、もっとこっち側だよとかいろいろ教えてくれてたんですよ。ルビーで飯食おうとか。白の後ろの建物がトマリンってので、トマリン。やっぱ年配の人、なまりきついよね。カリウショーデルツンだ、これが。あー。これが長寿寿寿だよな。ふ。今現在、工事中なんですわ。あ、そうなんですか。そこで沖縄のイエイサーとかあるじゃん。はいはい。これで踊るんですよ。あー、いいっすね、イエイサー。これもうやがて大会やから。あ、大会とかもあるんだ。それ大会。危ない。大丈夫。あ、大丈夫。パソコンクラッシュ。じゃあね、伏せ通りでね、はい、あれ打つんだよ。はい。で、伏せ通り行った方がいいよ。はい。伏せ通り。国際通りから来たんですよ。さっき国際通りにいて、うん、みんな見えてる？あ、本当？みんな壊れてない？パソコン。大丈夫？大丈夫。見れてる？
すげえな。一回閉じたのに、まだ放送されてるってすげえな。見れてたら手挙げて。見えてる？ OK。ギター弾けるんですか？俺ね、今、腰痛めて、休んでるわけだ。うん。それで今、少年ジムを教えてるんですよ。この甲子園だ。甲子園？甲子園大があるじゃん。あ、はいはいはい、はい。沖縄の試合が早いからね。うん、結局また、大阪遠いんだろうなと思って。うん。見に行くんすか、甲子園まで。もちろんもちろん。すごい。俺は沖縄高年専部だったじゃん、はい、電波、はいはい、その時の自分なんかスタッフだよ。あ、そうなんですか、うん、はい、はい、3つ目の不可思甲子園のスタッフ義馬さん、3つ目の不可思が入りました。俺は甲子園のスタッフ。はい、3つ目で、今日は1個目は東京に住んでる、俺は東京で働いてる。2個目は近鉄バファローズの投手、2つ目かで、3つ目が甲子園のスタッフ。なんすか、ギター弾いてなんですか、ここで。友達来るからね。あ、友達が今からするんですか。ゲームが弱くなったから、これ、うんうんうん、直してもらおうと思って今、はいはい、大丈夫聞いてるので、弦の張ってないギターがあるのよ、目の前に。おお、ラジカセも野球大好き。就任後するってことか、すか、直すんですか。そう、え、僕直しましょうか。いやいやいや、友達来るから。うん、バカ。船に乗って久米島船、今から。そうだ、今煽ってきて作業を通して海に、はい、コーラも飲めんわ、今コーラ飲もうと思ったら喉乾いて。姉さん、コーラ怒り、ね、喉乾いたって始まったでしょ。コーラ飲もうと思って。これ4つ目のふかし来るよ。いますよ、僕。本当、うん、何コーラがいいですか。あ、そこでコーラが飲みたいって。沖縄のお茶でもいいわ。あんた沖縄お茶飲んだらいいわ。予想航空にね、そうだね。ちょっとあんたは沖縄の三品茶飲んでるよ。三品茶、コーラでいいの。そうです。この後に財布ぶん投げたっていうふかしが来る。入った、これは落としもっぺ。何、海に財布落としたか。うん海に財布落としたか。携帯も落とし、携帯と財布、携帯もまだあるよ、うちに。携帯と財布を海に落としたと。今から俺、魚の寿司に行こうと思ってんだよ。もう仕掛けてる。今から寿司を食う。魚のほら、ガサミ。すげえな。なんで初対面の人にこんな吹かせるんだろうね。いいよ、無理せんで。もう嘘つけってコメントに流れてるもん。嘘だぞ、つって。もう、帰るわ、もう。ふかしがひどいよ。いや、生主やった方がいいよね、ギマさんはね。ギマさんは生主向きだよ。今ガサガサやってるのは、袋の中にミニカーが入ってるんだけど、俺にミニカーを買ってくれって言うのよ。甲子園の球児にボールを買ってあげたいから、ミニカー買ってくれって言うの。だからミニカーをガサガサ探してんの、今。なんかビニール袋の中にミニカーがね、2つ入ってるんだよね。ちょっとほら。うん。これな。うん。車？ミニカーね。うん。もうこれ、うん。ミニカー。感じを教えてもらえば。写真だ、うん、おー、すごい野球の写真だ。これみんな東京でやで。ほう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 、なんか好きなんだね、おっちゃん。監督ですよ、監督。ねえ、ちょっと待って、5つ目のふかしはちょっと待って、東京で働いてる近鉄バッファローズの投手、甲子園のスタッフ、今度監督に変わるんだよ。俺は監督だと。だ、うん、俺野球全然わかんないからな。すげえな。いや、サッカーとかスポーツ苦手なの俺。スポーツ全然わかんない。俺は監督だよ。うん、すげえ。そうね、体鍛えないダメだよね。監督ってなんだよ。俺もさ、ちょっと誰かに言うのよ。打って、救急金で、ほら、野球野球してても、技に行けるじゃん。うん。ここに1000円打ってるんだよ。どうかね。本当だ。ちょっと立ってくれんか。
取る？何？普通買ってくれんか？はう、いらないいらない。いらない。なにこれ売ってんの？売ってほら、子供たちのほら、ボールのし、ボールを買うわけだ。ああ、なるほど。ミニカーを売って、うん、それでボールを買ってるの。これミニカーはいらない。買ってくれないのか。袋の中に悲しそうにミニカー入れた感じ。大変だよ、本当に。大変だよね。あ、空明るくなってきた。いや、そんなもんやん。いいね。空がわかるかな。綺麗よ。空綺麗。海は海でね。ちょっと画面では伝わんないな。海を見て大変だ。すごいよね。いいっすね。いつ帰るの？いや、もうプラッとこっちに来て、帰りの切符買ってないんですよ。だから、気分で。プラッと空港にあるわ、通じ人がん？空港悪かったら高いからね。うん、なあ、通じ人が空港があるけど、ほら、スカイラークか。スカイラーク、うん、あの方が早い、安いよね。うん、10割引きだ。あ、10割引き。おぉ、全部だ。また謎を発言。10割引き。スカイマークっていう航空会社を使うと、10割引き。ただじゃん。もうね、ギマさんの世界観半端じゃないよね。10割引きはねえわ、ギマさん。ただだよ、それ。あれね、沖縄の、スターズゴールはね。10割引きはないでしょ。いただきます。うん。とんでもない。乾杯です。乾杯。ファイトでいきましょう。え？ファイトでいきましょう。ファイト、ファイト。ファイト、ファイトでね。うん、東京どこって、すみません。新宿、歌舞伎町、うん、歌舞伎町を歩いて20分ぐらいですね。新宿。中野寄り？あ、そうそうそう。中野寄りの方ですね。中野とか渋谷とかの。中野に、高砂部屋あったべ。ああ、そうなんですか。うん、高砂部屋って中野だったんだ。そう。おー、それで、北富士の、あれは、うん、ちゃんこは、あっちだ。池袋あるわ。ああ、そうなんだ。全然わかんないっすね。そこも行ったらまたやっちゃやろ。うん、女相撲してるわ。女相撲？うん。何女相撲って。女相撲取ってるわな。うん。おお。いいよな。双子山だっけ。だからスカイツリーできたでしょ。スカイツリーできたもん。登りたいわ。いや、俺まだ登ってない。でも今度はほら、相撲分かるじゃん。相撲？大相撲。大相撲。だから招待で呼ばれてるから。呼ばれてんの。また行くんだか。すごいな。大相撲招待されてるってもう深しが半端じゃない。止まらないな。何個出てくんだよ。聞き逃してるね、俺ね。相撲に招待されてるって何？ふかしが止まってすげえなこの人。改めて見ると分かるね。俺自身やってるかなり痛めんだね。すごいわ。俺じゃあいくつなの今？今42だ。42だ。ちょっと待って、俺がね32だ。ちょっと待って、これ嘘なの？みんな覚えといてよ。42歳って言ったの。でも俺が目の前にしてる人明らかに70歳ぐらいなの。60か70の見た目は。だから俺はもう半笑いなのよ、こっから。42って言ってるからね。ね、絶対嘘なの。ちょうど計算しやすいわ。そう。ふかしのオンパレードが。32の時おっちゃん何やったの？もう笑ってるでしょ、俺。野球一本。俺笑ってるでしょ。野球一本。悪いニヤニヤ始まってるでしょ。ね、そこの俺の会社がそうだよ。うちの弟なんかそうだよ。ギマ石油、俺ギマって言うんだ。ギマ。あ、ギマさん？ギマ。ギマ。ギマさん。そう、今石油だよ、みんなこの年齢より走るんだ。で、今度設定がまた始まって、お父さんが、あ、流線なんかね、船が、目の前にフェリーが見えるんだけど、全部俺のものだって。いや、違うよ、俺ほら、ばあちゃんが沖縄だから、あ、そう。そう、僕半分だから沖縄乗ってたんですよ。どこがばあちゃん？ばあちゃん、与那国です。与那国？与那国で、こっちで、もう結構カジキの取りどころやな、はい、そうですそうです。だからばあちゃんはそうマグロカジキ、これは八重山高校も教えやったから。あ、そうなんですか、うん、そうそうそう、八重山高校だからよくばあちゃんに昔はマグロは捨ててたって言ったぞ。野球のね、米倉さんとか船がつく名前が多いわな。
はい。クラがつく名前が多いわ。あ、そうなんですか。ヨネクラとか。ばあちゃんは、ちょっと放送回ってるから言えないけど、うん、ちょっと待ってね。マイク切るから今。ばあちゃんに会った？ばあちゃん最近会ってない。ここでばあちゃんの、そう、古い名前言ってるのね。マイク入れる。大体、ヨネクラには、4文字続くわ。あ、そうですね。4文字の名前多いかもしれない。うん、八重山から入り表ね、千賀区で東方面。はいはいはい。でもおっかないぞ、これ吉祥線が一番ないと夜なぶりだからね。あ、近いから千賀区で東方面で。うんでしょう。あ、だって台湾の方が近いんでしょ。近い近い近い。うん、まあ、見えるもん。うん、台湾の方が近いって。うん、一番文化を果たしちゃう国やな。うん、だから戦争の時はばあちゃん密貿易やってたって台湾で。そうそう、サッカリン、サッカリン持ってきてた。サッカリンとか砂糖とかね。そうそうそう、何でもかんでもあるわ。そう、戦争の時も何も物資がなかったから台湾がね、新竹曲がるんだよ、うん、見えるんだな。あ、もう見えるぐらいなんだ、うん、で、やつらはこっち来て、あれとは海藻みたいなの持って行って、うん、はい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 、それを漢方薬にしてるわけだ。へぇ、中にあふれて密用よ、覚醒剤とかあるじゃないですか。うん、ボールが上げて、うん、大変なことだよ。夜の子には本当にかわいそうだよ。岩戸、妊婦が戻ってね、うん、人工減らしてるんだよ。かわいそうだよ。かわいそうね。本当もいつもあるけど、うん、国際通りじゃなくてね、今はね、どこだこれは、今58号線、58号線の、なんて言えば分かるの。トマリンってすごい分かる。トマリン、トマリン、トマリン、トマリンにいる。トマリン、地名がすごい。ありがとう、リュクヨー。すごい分かるわ、うん、トマリンってすごいね。なんか全然これ内装工事中なんですよ。あー、これホテル、ホテル、ホテルだ。あー、これはもうトップホテルだね。うん、でっかい。新都心があるやろ。新都、あそこ新都心だよ。新都心、新都心、有名な。あ、そこに中野美行きの、ビルがあるわな。中野、中間君見えてるんか、あれ。ん、中間美行きっていうか、君見えてるんか。あれそう、女優さんでしょ。そうそうそう。え、中間美行きさん、仲間ゆきえでしょ。うん、ミユキなの。 お父さんは船産んだんだよ。あ、そうなんだ。仲間みゆきさんがあれなんだって、うん、家族が経営してる、仲間ゆきえだよ。仲間を書いてってみんなしてるわ。あ、ボンボンなんだね、仲間ゆきえ。こっち側、うん、仲間ゆきえだ。ゆきえね、仲間ゆきえ。アムロナミヨールは。アムロナミエだ。うん、そうそう、このまっすぐ行ったらね、ほうほう、具志堅用高とか、上原京のフリッパー。はい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 。いいなぁ、なんか有名人いっぱいいるもん。だからこの辺はね、うん、みんなスポーツ番組出てるんだ。うん、相撲取りやったら、うん、若菜城か。はい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 。アニア・ソワハジもこっちだな。はぁ、女子のカープの。はいはいはい。まあ俺も走ったない選手やけど、ギマって方が。うん、生まれながらのお嬢様ねえ、すごいよ、ここは本当は。まあそうだよね。ここはものすごく治安もいいわけだ。治安いいんですか、ここは。うん。だから私はこの辺寝てるわ。この辺寝てんの。でもね、あったかい。まずね、設定ここでね、俺はこの辺で寝てるわって言ってるから、自分でホームレスカミングアウトしてんのよ。でもね、こっからね、巻き返しが来るからね、みんな。今言ってたでしょ、俺この辺で寝てるわっていうの。ね、ここは、うん、行かね、蚊がおらん。うん、か、あ、そう、蚊がいないね、ここ。うん。うん、何もいらないわ。うん、ここ、そう、ここで寝ようかなと思って、この辺プラプラした。あ、そう。ほんと、これ、上山のやりつけあるんだ。あ、そうなんだ。そこなんかそこで、うん。なんか、ジャミジャンとか聞いてるわ。うん。ここはほんと、だってここ傍聴がみんな、うん、カメラが入ってるわ。あ、そうなんだ。あ、だから、悪さしないんだ。しない。あそこに、あ、見えるかな、うん、あそこ、大きな橋があるんだよ。うん。バルオ橋って。うん。橋ね、でっかいのあったね。あ、だからあれが、うん、一番大きな決定やな、自殺の名手なんだ。ほぉ、だからあれ僕はすんだよ。え、壊したのあれ。あれ壊してね、うん、地下で、あートンネルだ。裏沿いまで行って、うん、ここは、この桟橋を拡張して、うん、イージス艦を作るんだ、イージス艦。イージス艦、
ちょっとそれくれよ。うん。ここはみんなのあるそうです。でも、うん、その長そこに、有名なペルーの外人墓地があるわ。はいはいはい。あれ、あれアメリカやろ。うん。だからあれを、どかさんから確証できないわけだ。ああ、なるほど。ちょっとこいつらの船は、よそに行くんだ。ほうほうほう。ここにも、自衛隊本部、そこにある、自衛隊本部ができて。この中毒って、これが全部以上があって、みんな海になるわけだ。ほうほうほう。でも、あの外人さんがね、ペルフがね、あれは一つのアメリカが国だわけだ。あれでもう揉めてるわけだ、現在。なるほど。鉛きつくて何言ってるか分かんないな。俺なんかのもう、大変してるわ、もう。俺なんかもう、海の仕事船やろ、海遊船やなんやら。だから、移らないかんわ、どっかに。もう3年目ですよ、移るの。今はもう、なんといっても、名護か、俺はそれがいいわ。一番だんだん。ほら、窓を逃げろって始まったでしょ。ほら、始まった。いきなり家康さんが、窓を逃げろってコメント入ってるでしょ。いきなりコメントで「ワドを逃げろ」って始まるのよ。こっからすごいよ、見てて。ここね、コメント欄に「ワドを逃げろ」って。俺は明日行ってこようと思うんだ。俺は見えてないんだけど。あ、反対？もちろんですよ。ワドを逃げろって何、あの米軍基地のあれでしょ。米軍基地のあのなんていうか、あのヘルプのとこやよ、なんていうか、あの大きいでかいヘルプだ。あのオスプレイ。そうそうそう、オスプレイね。ワドを逃げる。あ、うるさいのはやっぱり。でも俺はトークに集中してるから。大変だよ、もう。だから、普天間が映ってくるんだよ、ね、あそこ綺麗なんだよ。あ、すごい綺麗だって言うもんね、海が。あそこに野球場少しいるんだ、また。うん。それみたい。気づいたね。気づいたね、コメントに。普天間はここから近いの？どれくらいの？近い。あのこの反対にあの高速道路通ってるわ、すぐだよ、パイプラインがあるからね、この時間みんなパイプライン通るんやぜ。あそこってでももともと人住んでなかったでしょ、あんまり。住んでない。基地ができる前はもうみんな隠れ家だよね。隠れスポット一番上陸したとこさ、米軍が、みんな玉砕だよ。あそこで。それが首里城の裏回りして、首里城はこれで南部の方に行ったけど、牛の首里城とか切腹して、自分でやって。そこなんだ。そういうなんか、その戦争の跡とかが残ってるところとかあるの？ああ、もういっぱいある。いっぱいある。そういうところも見てみたいな、ちょっとね。人骨とか出てくる、今でも。人骨出てきちゃうの？そう、あれ。ああ、まだ回収できてないんだね。そしたら亡霊出るんだね。亡霊出んの？こっちも出るよ。あ、そう。だこっち来て、この船に乗せてくれってね。東京のどこかに連れてくれって。へぇ。あ、帰りたいんだ。優しいわ、はっきり言って。え？優しいわ。優しい？お、お、来た。沖縄だね。暴走族いたよ。なんかテンション上がるね。さすが沖縄だよ。すごいよ。すげえな。言葉が全然追いつかんわ。ああ。東京の方なんかもういないから、バイクでブンブンすんの。あ、そう。いない。まあね、茨城とか、ちょっと外れた方にはいるけど、もうだって、車渋滞で走れないもん。そうだよな。特にあれがあったけど、御苑の前な、あの辺とか、二丁目方面、新大久保、高菜馬場ね。東京の方があるもん。東京の方がいいな。もうどこだか分からん。だってどこ行って町だもん。あ、まあそうだよね。都会だよね。バクチャーせんけど競輪が見るのが好きなんだ。あ、そうなんだ。沖縄のもないから。あ、ないの？うん。え、じゃあスロットだけ？スロットだけ。スロットだけだ。オキスロだ。これ中国人にしてるよ。あ、そうなの？中国人。経営者中国人なんだ。基礎朝鮮のあれさ。
自分資金だよ。芝も少ないよ。芝も少ない。パチンコもある。うん、そっかそっか、競馬場とかないのか。ないね。だから今カジノを作るって揉めてるわ。ああ、そっかそっか。え、でもできた方がいいんじゃないの、沖縄。どうなの。できた方がいいじゃん。で、いいよね。うん、あのね、儲かるし、栄えるし、また観光で。相当栄えるはずよ。だよね。ルシさん、お帰り。なんかね、反対派が難しいの、フォールはね。ああ。どうしてもか。まあ、利権だからね。うん、俺も今日自衛隊学校して、ほら、来てるんだ、これを。これ映していい、カメラで。どうぞ。自衛隊学校して。カメラ映らないかな。これ、ギマさん、42歳。ライトが暗いから映らないわ。これ、42歳のね。ギマさん。自衛隊の。うん。絶対42歳じゃない。絶対違う。北朝鮮すごいね。北朝鮮ね。これじゃないね。うん。絶対42じゃないよ。なあ、これは、うん、沖縄が大事故やね。うん、おじいちゃんの。津波のことはもう今津波のあれ大きいのでも作ってるけどさ、うん、あれ心配はないけど。うん、沖縄って津波っていうか地震あるの？与那国は全部やられた一遍。あ、そうなの。全滅しかけたんだよ、与那国が。地震で。いやいや、津波で。津波で。あ、そう、あるんだ。うん、ああ、なんか沖縄って地震あんまりないイメージだと思った。小さな地震があるけどね。うん、津波がある。そうそう、沖縄のスロットコインでっかいの。すごいよね。すごいよな、孵化し続けるってすごいよな。いや、なんだろうね。こっちは時間がゆっくり流れてていいわ。ほんとこ時期はね、こっちもったり、こっちこっちいいよ。この辺ね、あったかいしね。なんでこう、こう床にして知ってる？わかんない。これ全部、床やろ。コンクリート？あの、いや、床さ。床？ということはね、うん、船が、あの、学生時から汗ぶくるやろ。台風があるじゃん。台風あるね。帰れんじゃん。うん。そこで止まるんだ。あ、それでガードマンがあって、みんな男女別にみんな仕切ってね。なるほどなるほど。ここになってるんだ。ああ、これ波なんだ、津波対策なんだ。うん、こうやってみんなこう寝ていいわけだ。なるほど。民宿とかホテルとか少ないんだ、沖縄は。あ、そうなの。いや、民宿めっちゃあるわ。ちょっと嘘ばっかりなんだけど、民宿とかホテルとか少ないとかさ、もうここは誰でも泊まっていいとかさ。これ公園だからね、ここ、うん、嘘ばっかりなんだもん。いいですよ。いいっすね。そうすると何にもいらないよ、これ。何にもいらない、ほんとに。ただの公園だからね。コーラだけ飲めばいいんだ。うん。何にもいらないわ。嘘ばっかり。この中に、うん。入ったら、テレビは置いてあるしね。パソコンとかも全部置いてるわ。え、どこに？この。パソコン置いてんの？この中に入れるわ。え、それ案内してよ、ちょっと。見たい。ちょっとね。うん。え、それ中入りたい。ちょっと待って。え、この中にパソコンあんの？ちょっと待って、用意する。待ってね。そっか、そこの時、このサムネだ。大丈夫よ。泥棒じゃないの、分かってる。よし。パソコン？こんなところに？ちょっと待って、面白すぎる。え、どこ？ザマさんって言ったっけ？ディープすぎるだろ、俺の配信。絶対ホームレスでしょ、うん、ここで寝てるって言ってるしさ、42じゃないでしょ。遠くに離れたら悪口始まったよ。どう転んでもホームレスと仲良くなっちゃうかんな。港の公園なんだよね、ここは。はい、プリコさんいらっしゃい。今、あの、ギマさんの、あの、再放送やってる。いや、面白いよね、ギマさんね。うん？待合室の中にパソコンとかあるんだ。ロッカーもあるね。で、今工事中なんでね。うん。やってるわけ。うん。ここ何？ここは何の施設なの、これ？何ですよ？これ何なの？スポーツセンター？うん。そうだ。もう何でもあるわ、このゲームとかボケ全部。うん。フェリーの待合室とか、ローソンもあるんだ。お土産屋とか。はい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 。のところ。これは港の施設の？なんなのこれは。これは船もあれも一緒。あ、ターミナルだ。ターミナル。はいはいはい。
ほら、なるほど。なるほど。今のいつも閉まってるけど、工事してるんだよ。おおおお。全部工事してるさ、今。おお。あっちが見たら綺麗よ。綺麗な、あ、上から、うん、うん。下がうっちゃんも綺麗よ。うん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 。なるほど。この中にパソコンとかも全部あるんだ。みんな自由使っていい。自由に使っていいんだ。あ、フリーなんだね。ターミナルだから。ダメでしょ。いいね。便利だ。ここいいね。世界一やん、ここは。ここ世界一。ここ世界一って。ここに交番あるんですよ。ここに何？交番があるの？どこ？そこ交番なの？ちょっと見てくるわ。交番がここにあるの？え？あ、これ交番なんだ。これ、これ地下のね。駐車場？これはトンネル。トンネル。ああ。交番ですね。交番。ええ。悪いやつおらんけどね。うん。大体、交番の方が悪いわ。交番の方が悪い。ほんま。あ、でもね、沖縄の警察官は気性が荒いって聞いた。荒いよ。荒いってね。ボケみたいなもんね。そうなんだ。ここがトイレやな。うん。ここがトイレ、女性。ここ女性トイレ。トイレもあるんだったらね、全然いいじゃん。パソコンはある、トイレある。うん。じゃあそれ女子トイレでしょ。うん、ダメだよ、入ったら女子トイレだから、うん、ここ女子トイレだからうん、綺麗だね、男子トイレトイレを案内する、キマさん、うん、鏡もあるし、水道もあるし、完璧だ、ここいいよね、いいね、自分の家じゃないんだからそっか、ここ住めるな、ここ腰痛めてるんだって今、野球選手、プロのね、野球選手だったんだけど、ピッチャー？もう、ダメでしょ、腰壊しちゃったんでしょ？うん。うん。バッティングできる？うん。おー、綺麗なフォーム。おー、すごい。すごい。背でかいんだよね。かっこいい。今さ。うん。フォーム綺麗だ。あのビニール袋をね、腰に下げてて、ね、あそこの中に、あの、ミニカーが入ってるんだ。もう一服しようか。ミニカーが入ってる、それを買ってくれって。あの高校球児にボール買ってあげたいっていう。魚を仕掛けてるから。魚、え、漁もやってんの？ガサリっていうか、うん。あれは、こんなこと言う。意外とそういう人に立っちゃうんだよ。ほら、逃げろって始まった。え、それは食べる用の？自分の売る用の？いや、食べれるよ。食べれるの。ビーチパーティーに上がるじゃないですか。ほう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 、あそこ行ったら波の上は、うん、何、全然まだどこも行ってないよ。波の上行ったりする。ビーチ神宮があるもん。神宮がある。でも大事にやれやね。うん、夜の時間だからね。うん、ほら、和道そろそろ逃走隊。そろそろあるわ。ほうほうほう。いや、これすごいお家が待ってるから。これも八重山高校とかのプリコさん、最後まで見た方がいい。どこ高校の監督やったの？八重山小学校の八重山八重山小学校、八重山野球あるわ、一応いいやん。八重山商業高校の監督をされてたんだって。あそこはあれが美味しくて、焼き汁。焼き汁ね、うん、美味しいって言うよね。タバコ一本吸ったら、じゃあ散歩しよう、みんな。俺は酒行ってくるのもないからね。あ、そう。俺も酒あんま飲まない。何が起こるか後で楽しみ、うんうん、野球でも。あ、有名な高校なんだ。その監督やってたんだってよ、野球の。いやいや、もう今はそこに、那覇西高ってあるわ。うん、そこ教えてるわ。あ、今那覇西高教えてんだ。そう。名前も聞いたよ。なんだっけ、ギマさんだ。ギマさん。ギマさん。ギマサブローで言いますよ、僕は。サブローさん、はい、ギマサブローさん。ギマサブローさんね。はい、そうです。うんうん、そしてね、もう一つ、うん、J 通行って、うん、そこにさ、茶色に、うん、
竜宮通りに、うん、焼き保存であるわ、うんうんうん、ここはあの料理とかも美味しくて、うん、安くて、うん、みんなの写真から食べたグッズとか全部安いんだよはいはいはい、あもうちょっとただじゃただあれどうぞ持ってきますよ。あすごいよ、必ず行ってごらん、あっち焼き保存っていうのは、うんうんうん、東京の海全部あるわ、うん、あんたの人もスポーツやったのやばいってやつこのコメントシュールで第2回目やばいって言って他のリスナーベギラゴンが気づいたんでやばいって言ってこのコメントのしかでいいねやばいってってここから始まるんだよやばいニュースになってあそこのパソコンさうんギマさんねヒマさんじゃないよギマさん俺の写真もあるよみんなうん野球小僧の日行ってくださいや、うん、あの、やちむんの人が無礼者だよ俺やちむんなんかプレゼントするわコメント気づいてにやけてるベギラゴンちょっとそれ詳しく、うん、そこねカッチャンという人ぐらいカッチャンカッチャンマスターカッチャンというね今日はこれ野球あったから途中切り上げてきて、うん、料理をなんてこれ見て、うん、真ん中の酒の羽を置いてもう笑っちゃってるこれはねそこぐらいなんだでここで検索したのがちょっと待ってねここで検索したのが、ちょっと待ってね、俺がその時 URL をリンクしたのがこれなんだけど、包丁を突きつけ現金を奪った男逮捕俺が見た記事これだったんだよそれビギラゴンが URL くれて腹痛えな。俺が見た記事で、ね、包丁を突きつけ現金を奪った男を逮捕。昨夜、那覇市の路上で通行人の男性を包丁で脅し奪ったとして、61歳の男が現行犯逮捕されました。調べによると、ギマサブロー容疑者は、昨日午後9時20分頃、那覇市、松川の路上で男性2人に包丁を突きつけ、現金3000円を奪ったものです。ギマ容疑者は駆けつけた警察官にその場で逮捕されましたが容疑は否定していますっていうねもう面白すぎるだろ本当にであのみんなが逃げて逃げてって言ってた意味がここでようやくわかるでこの顔であるそしてこの顔であるっていうねだから俺の代わりに韓国さんがいっぱい行ってるわ、うんうんうん自分は看護師さん、先生がどうでしょう、そんなの見に行ってるわけよ。ほう。ああ。たぶん9月ここに最後に。ねえ。やべえ。嘘だろ。野球小僧ね。野球好きなんだね、ギマさんは。あそこはどうは、そうじゃないよ。でも野球ね、スポーツ面白いよね。だからこの今俺がホームラン持ったでしょ、うん、あっちから作らせてもらったんだよ。あれがタレタレを利用して僕があれして野球で那覇西って23日試合あったどうだった23日の試合はあんま良くなかった、ね、ダメだった。ここは前は産業高校という高校だったんです。専門学校産業高校2年生。ほう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 。そして、ああもう若手になってことはもう卒業じゃん。うん。もう話が頭に入ってこないって。ああ、そうなんだ。やっと一回勝ったわ。勝ったんですよ、引き分け。ほうほうほう。もうタイムがね、うんうん、マスクの点数だよ。怖くてしょうがない。出るのこんなもんだ。100対0。やっとね、一回勝ったよ。いいことじゃない。話が全然入ってこない。うんもうどうやって逃げるかしか考えてない。で、一緒もらったんで。うんうんうん。そこにあるが水産高校は今はここにあるが水産高校。いや怖かったってもう怖いでしょ。今ここにここなって、専門がこうなってる。うん。なんとも言えない空気感。寒くないよ。あのこれは夏だから。え？友達がね明日来る。
で、どこいろいろ回ろうと思って沖縄を。じゃあ場所決めて、場所持ちした方がいいよ。逃げ。あ、でもホテルは取ってるみたい、その人。どうやって逃げよう。今日だけプラプラしようと思って。ここ、うん。ちょっと通ってからホテル入ったらいいさ。リアルタイムの空気感。ここで寝泊まりしてどれくらい経つの、ギマさん。ここ。私は自分の都合だな、こっちは。あ、そこか、家が。で、たまにここでプラッと友達とかと飲んでるんだ。いや、そこ会社があるわ。そこに会社があるの。石油会社。石油会社やってんの。すごいね。石油会社やってるの。俺オーナーやってるの。オーナーなの。マジか、すげえな。今だから、あの、メイクオフしてるわ。あ、今、オフシーズン。今休み。メイクオフ。メイク。メイクオフ。メイクオフがやってるんだ。石油会社のオーナー。じゃあ、俺、あの。試験場があるんですよ、反対側に、うん、今年齢42歳だって。そうです、うん、あの、うん、反対側にね、うん、あのガソリンタンクがあるわ、うんうん、こっちから取ってきて、うん、だからパイプレーン行けばいいけどね。おふかすが止まらないからな。辺野古の近くだよ。うん、すごいこんなとこいっぱいあるよ。おすげえな、この人。そこにあるの、石油会社。そうそこには船は、あの、船持ってさ、うん、船持ってんの。船はあの、うん、ジェット。姫もんさん、ジェット、ありがとう。どんなやつ。ジェットの船持ってんの、うん、この年行かせまで2時間半かるんだ。2時間半。45陸はもう船行かそこに。うん、あ、でも早いやつ持ってんの、船。そうすげえ、ギマさんすげえな。金持ってた。まあ金持ってもね、うん、なんもないから。俺の10個上、ギマさんは。そうそう、だから俺はそこに、自分のところに今、魚を仕掛けてるから。ギター弾きながら、プレーを通って。ああ、いいんだ、ギターね。うん、スケジュールあったんだよ。うん、あ、明日だったら病院だけどね。そこに、あの、うん、ここにもあるわ。なんか、昔東京でホテルだったの、ここ。うん、その後に、大安病院でできてる。修練もがでしょ。うん、そこもある。ギマサブローで検索すると俺の画像出てくるの。送ってくるんですよ。うん、いや、ゲマさん、いろいろお話聞かせてくれてありがとう。俺、そろそろ、プロプラ歩くよ。うん、俺は、待てて。うん。こっち来るの、最後ねや。うん。うん、オッケーオッケー。こっち山城市って、一番近いよ。ね、ゲマさん、ありがとう。はい、また会いましょう。うん、またね、ぜひ。うん。ぜひ会いましょうね。ね。ゲマさん、ありがとう。映してください。うん、映す。うん。スマホ押して、あれ出るんですよ。うん。あ、かっこいいサングラス。ギマさん最初この格好だ。サングラスなんだ。サングラスダメなんですよ。なんでさ、なんでふかす人ってみんなさ、サングラスに帽子なの。ふかすの特徴なんだよね。ふかすの特徴、サングラスに帽子なんだよね。野球選手だから。うん、じゃあギマさんお疲れ様です。ありがとう。うん。良い夜を。お疲れでした。うん。ありがとう、ギマさん。自分で帰ろう。うん。うん。いい、あ、でっかい手、すごかったね、手大きい、うん、野球選手だから。応援してください。うん、ありがとう、秋間さん。じゃあね、東京がたりにね、東京と思って日焼けした秋さん。うん、これ入れてるっていうのが、まあ、ギマサブローさんとの思い出ですね。いや、懐かしいな。すごいでしょ。すごかったでしょ。うん、思い出すわ。沖縄に行ったらまた会いたいね。じわるよね。最初何がやばいとか逃げろとか何言ってんだと思ったけど、最初全然意味が分かんなかったんだよ。いやー、濃かったね。第一村人がギマさんだからね。和道はなんかホームレスを集める癖があるって言われた。ホームレスと仲良くなる癖があるわ。確かに。刺されなくてよかった。
3000円欲しさに2人に包丁を突きつけた。すげえな。男性2人に包丁を突きつけ現金3000円を奪った。すげえな。まあいろんなことあるわな、生主やってるとな。うん、いろんなことがあるわ。思い出だね、思い出。配信者はいいよね、写真とか撮らないで動画で全部いっぱい残るからね。そう、男性2人に包丁突きつけて3000円奪って逃走した。なかなかすごいよね。腹減ったなあ。あれ、のんちゃんとんかつ作ったっつってたけど、とんかつとなんだっけ。のんちゃん眠くないの？寝ていいよ。うん。俺腹減ったな。のんちゃん作ってくれる？温めるだけで。いいよ。いやーすごい。あのフライ温めやってね。フライ温め。飲んじゃん、豆乳飲むわ俺。いや、コメントで気づいた。コメントで逃げろ逃げろって、本名聞けとか言われてる。 ありがとう。わあ、うまそう。美味しそう。
フォローありがとう。あ、いい匂い。あ、そうか、豆腐いっぱい買ってあったから作ってくれたんだ。ありがとう。シャイニーおはよう。これは豆乳とミロ。豆乳とミロ。糖分を抑えてるんだけど、あの栄養価高いし、タンパク質取れるから、これで糖分は補ってるよね。あの、痩せようと思ってるから糖分ダメなんだけど、ミロは麦芽だから栄養価が高い。糖分ちょっと多すぎるんだけどね。豆乳にミロを入れてんの。豆乳はタンパク質多いから体に栄養価が高い。あ、なんかイソフラボンがあんまり良くないらしいけどね。イソフラボンが女性ホルモンに近いんだっけ。あまり良くないんでしょ。いや、めっちゃいい匂いするよ。お、薄毛や抜け毛に効くんだって。いいじゃん。体毛が濃いのもいいんだって。いいじゃん。だから最近髪の毛生えてきたんだ。あんまり取りすぎるとおっぱいでかくなっちゃうんだって。精子の量が少なくなっちゃうんだ。BGM はね、スムースフリクションっていう曲だね。スムースフリクション。
おはよう、チロスさん。雨降ってきた。雨降ってる、のんちゃん。ザーって言ってる？ザーとは言ってない。言ってない？今は止んでる。今止んでる？うん。YouTube にはないね。フリー BGM だから、スムースフリクションだね。スムースフリクション。フリー BGM のね、ドバっていうサイトにあるよ。DOVA かな。何曜日？木曜か。何が分かったの？はい、こんばんは、おまるさん。
メガホンありがとう。お、肝臓ソールドアウト久しぶりじゃん。ありがとう、メガホン。プロテインじゃないね。豆乳と麦芽だね。プロテインも取らないとね。ジム、来月から通うよ。キックボクシングのジム。だいぶ安だね。やっぱね、炭水化物取らないっていうのはでかいね。ガンガン痩せてってる。もう腹なんかべっこべこだよ。10日前とは比べ物にならないぐらい痩せたね。もう今日風呂入ってびっくりしたもんね。俺の体かこれと思って。もう10日前とは全然見違えるぐらい体が変わってる。はい、玉代さんいらっしゃい。いや、実際変わったよ太郎さん。10日前の腹知ってる？俺の体知ってて言ってる？顔も細くなったし、自画自賛じゃなくて今ダイエットやってんのよ。あの捨て頃に向けて年末までに65キロに落とすってやってて、もともと75キロだったの。ティードいらっしゃい。75キロから10キロ落とすっていうで10日目なんだけど、食事制限して全然違うよ10日前と。ありがとう匿名さん、魔法使い花火。あ、魔法使い花火じゃないか、魔法使い、ありがとうございます匿名さん、感謝です、ありがとうございます。体脂肪とか測ってない、体重も測ってないんだけど、もう見ただけで3キロぐらい落ちてるっていうのはわかるよ。うわ全然違うってなるよ。腹見たら、俺の腹を見たら素敵って。のんちゃんもうっとりしてたからね今日。あ、かっこいいって、和道さんかっこいいって、惚れ直したってなってるから。全然お腹が違うもん。肉体美ガクト。ペロペロキャンディーありがとう、くんさん。全然違うよ。髪の毛はだからイソフラボンじゃないの。イソフラボン取ってるか、これ取ってるからね。まあ、髪の毛は別にハゲてもいいんだよ俺は。顔シャープになってるでしょ、顔シャープになってるでしょ。そう、イソフラボンね。見る？じゃあ俺の体マジで10日前と比べたらびっくりするよ。いやいや、ガクトに近いって話。ソースはおたふく。あー、とんかつありがとう。とんかつです、とんかつとキャベツね。とんかつとキャベツと、あと揚げ出し豆腐。これ要は炭水化物抜いてるんですよ、のんちゃん手作り。とんかつとキャベツです。いや、まあバンドマンって感じだよね。見る？じゃあ体見たい？俺のナイスバーデープリキュア。ありがとう。ソース今かけてお渡すから待って。え、これ手作りでしょ、のんちゃん。あげたんでしょ、うん、すげえ。足りる足りる。ありがとう。仕方ねえな。ちょっとだけよ。全然違くない？ほら痩せたでしょ。腹乗ってないでしょ。相変わらず骨は太いけど痩せたでしょ。へこましてないよ、へこましてない、ない。
お腹周り減ったでしょ。乗っかってたじゃん、ここに。10日でこれはすごくない？10日でこれはすごくない？腹、そう、ごっそり減った。で、つまめたのがつまめなくなったの。こう、ぐにゅーって、こんなぐにゅにゅーってできたのがつまめなくなってきた。身長170。すごいよね、へこんだよね、だいぶ。いや、マジでびっくりするレベルだよ、これ。ワドザップ。ガクトでしょ。ガクト。いや、すごいでしょ。いただきます。食事制限の結果が出てるんですよ。こう、あ、豆腐と、豆腐でしょ？とんかつ、キャベツ。もう努力の賜物ですよ。のりこと俺の愛の結晶。いただきます。うまい。うん。あ、うまい、のんちゃん。ありがとう。うまい、これ。うん。とんかつはいくら食っても太らないから。とんかつはいくら食っても太りません。だからこういう風に食べてんのよ。みんなのダイエット法間違えてんの。ワドザップは食べていいから。本当に、あれだよ、とんでもないカロリー量取ってるよ。な、言ったじゃん。脂肪とかはいくら取っても大丈夫だよって。痩せるよって。うん、ただ、糖分と炭水化物取らなきゃいいんだよ。のんちゃん大事だよ。大事な家族ですよ。うん、ネギがいいね。俺が寝てる間に作ってくれた。うん、あのね、炭水化物は取った方がいい、うん、結論から言うね、炭水化物はちゃんと食べないとダメ。やってて分かる、体に悪い。だから痩せる。今減量中だから俺はファイターとして。捨て頃ファイターとして、今プロファイターとして減量してるだけだから。急激に痩せるのよくないよ。だからね、このダイエットね、腹がずっと減るんだよね。血糖値が上がんないから。そこが難点かな。ずっと腹が減るんだ。うん。
うまっ。いや、心臓はバクバクはしないね。イライラするよ。寝つきが悪いね。多分でも3キロぐらい体重は軽くなってるだろうな。俺の対戦相手誰になんだろうな。早く確定してほしいな。出ること、出場することを選手は決めてほしい。あと早く新木場のリングに帰りたいね。やっぱ胃袋小さくなってるわ、のんちゃん。全部食えねえ。後で食ってもいい？晩飯にしよう、後で。寝るときに食う。こんなんペロッと食べたもんね。食えなくなってるわ。胃が完全に縮んだね。すぐお腹いっぱいになるもん。腹は減るんだけど、すぐ。結果にコミットだよ、結果にコミット。痩せるっつったら痩せる、太るっつったら太る。
やっぱりね、言ったことをやらないとダメな人間は。約束を守らないと。約束を。マイク・タイソン。マイク・タイソンの動き芸術だね。芸術。俺はタイソンが好き。タイソンが大好きだね。かっこいいね。な、次捨て頃出てるんだったらタイソンみたいな。あとマーク・ハントとかレイセフォーとかバンナとか マイク・ベルナルドとか、ああいうハードパンチャー系のファイトスタイルでいくよ。うん、もうインファイトオンリー。ありがとう、ごちそうさまです。うまかったよ。うん、あれがソースまた作って、うん、ネギを添えてくれたのが嬉しかったな。これ夜食べよう。全部食べちゃってもいいよ。うまかった。ゲーム配信でもやる？
五右衛門3ってさ、プレイ時間どれくらいでいけるんだろう。ここに書いてないかな、プレイ時間。お母さん最近配信やってないらしいよね。たまにコメント打つけどね、俺のところで。彼氏ができたって言ってたよ。カスピン、スーパーファミコン、ロックマンとかメトロイドやりてえよな。ロックマン X とかメトロイドとか横スクロール系やりたいよね。横スクロール系。今五右衛門かドラクエしかない。ドラクエあんま盛り上がんねえんだよな。五右衛門だったら盛り上がるかな。どう？ゲーム、マリオワールドいいね。名作だよね。俺マリオワールドちゃんとやったことないんだよね。名作名作。間違いない。あれ、ヨッシーアイランドなかったっけ俺。ヨッシーアイランド持ってるはずなのにな。そういえば。ヨッシーアイランドってクリア相当かかるでしょ。ヨッシーアイランド面白いよね。ヨッシーアイランドやる？ちょっと探してくるわ。ヨッシーあるじゃん、そういえば。ヨッシーアイランド。最高だよね。ちょっと待って、ね。多分持ってるはず。あれ、ヨッシーアイランドどこやった？ヨッシーアイランド持ってたよな。なんでこれソフトがなくなってるんだろう。五右衛門3。
ヨッシーアイランドやる？ヨッシーアイランド。ヨッシーアイランドとゴエモン3だったらどっちがいい？ヨッシーアイランドとゴエモン3どっちがいいっすか？夏いいよね。やる？ヨッシーアイランドやろうか。ヨッシーやる？じゃあ一回枠閉じますね。次枠いきます。次役ヨッシーアイランドで5分後集合で。お疲れっす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。